内輪めした妻の勝手な言い分にぞ。夏前に私の風鈴がバレて、旦那くんは何にも言わずに義実家に帰ってった。私両親、義理両親、全員離婚に反対だったから、ひつたひで説得したけど、旦那くんは無表情で職場と部屋を往復してた。最後の最後に小学生だった娘に泣きつかれてやっと帰ってきてくれた。戻ってからの旦那くんは、娘にはぎこちないけど笑顔を向けてくれる。でも私と二人きりになると無表情になって会話もほとんどない。それだけのことをしたんだから、今はしょうがないのはわかってる。ただ旦那くんもそんな状態を良いとは思ってないようで、娘の夏休みの最後の土曜日に家族全員でプールに行くことになった。久しぶりの家族揃った外出に、娘ははしゃぎ、旦那くんも楽しそうだった。でも、事件は起きた。浮き輪を挟んで娘の前に旦那くん、後ろに私がついてたんだけど、急に私の左のふくらはぎがつって溺れそうになった。旦那くんが近くにいた監視員を呼んでくれたんで大事にはならなかった。おそらく周りにいた人にはそう見えてたはず。でも私は見てた。私が溺れかけた瞬間、旦那くんは右手を慌てて伸ばしかけたんだけど、すぐにいつも私に向ける無表情になって手を戻してしまったのを。そして私の助けての声にワッとして、わざわざ近くの監視員に助けを呼んだのを。あの時旦那くんが何を思い、何を考えていたのか、未だに怖くて聞き出せない。俺はされ夫だから叩かれ覚悟で書くけど、怖くて聞けない部分も含め、ちゃんと向き合って話をしてくれないか？あなたにとってはどんな答えが旦那の口から飛び出すかわからないだろうから、怖いかもしれないけど、多分旦那はやり直すと決めた以上、ちゃんとしなくちゃいけないのはわかってるんだけど、まだ心の整理がついてないだけだと思うんだ。信じたけどまた裏切られるかも。本当は真男の方が好きなんだろ。まだ水面化してるのかな。とかさ、もう不安でいっぱいなんだよ。だからイッチがやり直したいなら、まずちゃんと向き合うように話をしてやってくれ。もう旦那の気持ちがわかりすぎて泣ける。再構築2年目のされ夫でした。うちも子供に助けられたようなもの。旦那さんとはしっかりと向き合わなきゃね。叩かれ怒鳴られ殴られ覚悟だよ。旦那さんに毎日感謝の気持ちを忘れないようにね。頑張って。再構築3年目の下嫁より。無表情という部分が怖い。ご主人、多分メンヘルの領域に入りかけてる気がします。封印された、信じてた人に裏切られたという事実と向き合えないのではないでしょうか。おそらくご主人の時間は止まったままです。旦那くんと表記する文体に真摯な謝意を感じないところから、償いが足りてないと思いますし、けじめ的なことはちゃんとされました？うやむやで再構築中なら、どこかで聞いた見たこの言葉、風鈴とは時間をかけた無理心中。そうならないように、行動してください。旦那は周りに頼まれて再構築しただけなんじゃないのか？書き込み見てても、一致が反省してるとは思えないだよな。結局腫れ物に触る感じで接していてるだけで、一生懸命誠意見せてる？っていうか本当に再構築なんか旦那にその気はさらさらないように見える。嫁が再構築中だと思ってるだけなんじゃないの。子供のために、家政婦ロボと暮らしている。旦那からするとこの認識だと思う。いくつ彼氏くれた人がいるから、感謝を込めて答えるね。他にも聞きたいことがある人には答えようって思ってるけど、多分返事は遅くなると思う。まず旦那くんという呼び方なんだけど、書いた時には不自然に思わなかった。もともとが家でそう呼ぶのが普通だったし、何より今では意識的に使うようにしてるからかな。旦那くんが家に帰ってからは反省も込めて主人とかあなたって呼んでたんだけど、パパとママはまだ喧嘩してるの？って娘が不安がるようになって、旦那くんの方から元に戻すように言われた。あとその時に娘の前だけにすると、気づかないうちに見られたり聞かれたりするかもしれない。だから呼ぶのも書くのも全部そうしてくれって。本当に旦那くんって娘命の人だと思う。反省したように見えないって人が言うのもわかる。私も他の人がこんな風に書いてたらきっとそう思ったかな。でもごめん、私はそう思われてもよい。こう書くのが娘の心のためだし、それが旦那くんの希望だから。
次に再構築について旦那くんがしたいのかどうか。これは全然わかんない。今の私たちは二人きりになると本当に会話らしい会話はない。娘のことや、どうしても伝え合わなきゃいけない用事がある時だけ。下を向いて私とは絶対に視線を合わせずにボソボソっと口を開く。それ以外は私が何を話しかけても、謝っても、泣いても、逆切れしても、無表情のまま私のことを眺めてることがほとんど。ただ、不意に私から視線を外してつぶやくことがあって、それが今のところの旦那くんの気持ちらしい。今君のことは何も考えられない。考えたくない。もう何も聞きたくない。もう何も見たくない。娘のためにどうするのが一番いいことなのか、それしか興味がない。君にできることは、ほっといてくれることだけ。その風鈴ってのが、どの程度のもんで、それを旦那くんがどこまで、事実として把握してんのかな？埋まる気ってのはね、相手がその内容を詳しく知れば知るほど、自分は憎まれるもんでね。でも相手はそれを詳しく知りたがるもんなんだな。ちょっとでもオブラートに包んで表現すると、嘘をついた隠した風鈴相手をかばったと大騒ぎでね。そんなこんなで、うちはもう取り返しもつかないことになってるけど、あなたのところはまだ、可能性があるんじゃないかな。あなたさえ切れなきゃね。何年か経って見や答えが出るよ。焦らないこった。自分が切れてないうちはまだ可能性がある。その代わり、毎日苦しい日々が続くよ。それは当たり前だしね。それでも、したってのはね、いつまでも苦しんだりはしてないんだな。やっぱり自分が一番なんだね。無限の努力はしないし、個人差はあれど限界点を超えると、切れて終わる。謝罪のために人生が終わるなんて馬鹿みたいだ。って思うんだな。切れてしまうと、もう楽としか言いようがないけど、どっちの道に進むかは、あなた次第。おのずと答えは出てくるけどね。時間が経てばね。これはされ側の心の問題じゃない？たとえキスだけだとしてもとても傷つく人もいれば、行為して立って嫉妬するだけで終わったり、埋まる気、風鈴のことの大きさは、され側の感じ方埋まる気のラインによって変わると思う。世間云々じゃなくて、当事者間でのことだけどね。なんかさ、自分が楽になりたいだけだよね、この女。旦那が苦しんで葛藤してるのに、私が苦しいからどうにかしろってプレッシャーかけ続けてる。風鈴された方の苦しみの方がずっと大きいのに、想像する気もないんだろうね。されがそんなに早く自分の気持ちが整理できると思ってるんだろうか？結局、旦那のことはちっとも愛してないんだよ。大事なものは自分だけ。子供ですらその道具、平気で家庭を壊して、子供を泣かせて、それでも自分が一番大事。娘が成人するまでは我慢する、ってところだろうね。多分今日これから書く内容で、私は今までよりも叩かれる。これだからした女はって思われるし、レスもきっとひどくなるんだろうな。でも周りくどい言い訳や責任を軽くしようとする嘘書いても、真面目なレスくれる人に何も伝わらないし、私が一番知りたい答えももらえない。だから、これから書くのは間違いない私の今の本音。まず私の風鈴を旦那くんはどのくらい知ってるか。これはほぼ全部知ってるんじゃないかな。はっきり言い切れないのは、私に風鈴の事実を確認してた旦那くんが途中でやめてしまったのと、見せてもらってないけど証拠があるって言ってたから。旦那くんは性格的に嘘がつけない人。だから、証拠があると言うんだから、それはきっと確実な証拠なんだと思う。次に私が風鈴をどう思ってるか。壊れてる旦那くん、不安定な娘、今の家は本当にボロボロで、それは私のした風鈴が原因だってわかってる。でも私は、全部私が悪いんだとは思ってない。本気でそう思ってるから、謝り続けて奴隷のように旦那くんに尽くす生活なんてできないし、はっきりしないままでいようとしてる旦那くんに切れてしまうこともある。先に旦那くんが私からの風鈴の聞き取りを途中でやめたって書いたけど、これって正確じゃなかった。正しくは私がなぜ風鈴したかってことに話が変わったから、その中で私は旦那くんに自分が全部悪いとは認められないって話をした。風鈴がバレた時、私たち夫婦はもう2年くらいレスだった。私が望んでも旦那くんが拒否る、そういうレスだった。
私は次の子供も欲しかったし、旦那くんと繋がっていたかったし、何よりも旦那くんとの営みが大好きだった。旦那くんは娘一人でも構わない、仕事が忙しくて疲れてる。歳だから欲が落ちてきた。最後にはよくわからない理由でもう家族なんだから必要ないなんて言ってた。何度も話し合った。でも、そのうちそういう話を振るだけで旦那くんは不機嫌そうな表情を浮かべるようになって、話し合いもほとんど口喧嘩になってった。旦那くんが吐き出す言葉が私をめちゃくちゃ傷つけることもあった。後で言い過ぎたって謝ってくれたけど、だんだん水に流せなくなってく自分が嫌だった。これで旦那くんが言い訳した通りに、旦那くんに本当に欲がなくなってたんなら私も違ってた。でも家族で出かけても、露出の大きい若い女が通りかかれば目で追いけてるし、こっそり隠したつもりなんだろうけど、クローゼットにはそういう写真集が何冊かあった。お前にだけ欲を感じない。そう言われてるようで、悲しかった。今でも私は覚えてる。なんで風鈴なんかしたんだって聞かれてるうちに、俺はこんなにも傷ついた。どうして俺を苦しめるんだ。そんな自分だけが完全な被害者だって愚痴を繰り返す旦那くんに叫び返したセリフを、散々私を遊び女だって暴言吐きまくって、そんなに行為したけりゃ他に男作れって言ったのは旦那くんあんただ。自分から言い出したくせに、本当にするとは思わなかったって、どの口が言うんだ。原因は旦那にあったんだね。でもだからといって風鈴を正当化することはできない。原因は、亭主にとって魅力のない嫁にもあるんじゃないの？行為レスについては亭主にも亭主の言い分があるだろうさ。そこできちんと話せない夫婦関係しか気づいてなかったんだね。この人たちは。一致はどうしたいんだろうな。三年レスの夫婦ってのは、一致の目から見たらすでに壊れていて、それを改めて目に見せただけじゃないか。だから自分だけが悪いわけじゃない。というなら、それは自分にとっては納得いかないけれども、一つの論理としてはあり得ると思う。でも、それで旦那さんが離婚したいと望むなら、家族親族すべてが反対しても、あなただけは賛成してあげるべきだったと思う。先に壊したのはあんただ、それを私がはっきりさせただけだって、そういうことなのかもしれないけど、それなら余計に終わらせるべきじゃないのかな。一致から見れば、夫婦という単位を先に壊したのは旦那さんかもしれないけど、一致はそれを最終的に是認し、肯定する行為に出たんだから。あ、娘がいるからってのはなしね。娘さんには残酷極まりない行為だって分かった上で、旦那さんの言葉をそのまま行ったわけだろうから。旦那は夫であることは拒否したが、親であることは捨てなかった。一致は妻であることも、親であることも拒否し、捨てた。紙切れ状のことはともかく、心の問題としてね。だから一致の罪の方が重いんだよ。原因がなんであれ、子供には責任ないんだからさ。旦那、最悪すぐる。仮に離婚するとしても、旦那の有責で離婚とならないと一致さんは納得できないだろうね。で、その事実を両親に暴露してから出ないと。でも再構築するんなら、きっと時が解決してくれるのでは。今はお互い会話も成り立たないだろうけど、諦めずに前向きでいてほしい。でもやはり旦那がどうしたいか、だね。現実というか、結果を見ずに逃げている間は、時だけが怠惰に過ぎて、何も進展ないままだよね。一致はそこまで旦那を憎んでいるのか、家庭壊して旦那壊してた日沼で逃がさないのか、義務ではあるが、疲れているとって本当に辛いよ。旦那 ED になってたりとかしてなかった？それを口にするのは嫁でも本当に辛いよ。だからといって言い過ぎでの部分もあるけど、一致は家庭を壊す覚悟をしていたんだろうから、もう旦那を解放して娘さんも安定した環境で育ててあげてください。まず私自身が今後どうしたいか、全然決まってない、決められない。今私の中に3つの答えがあって、それがその時の気分や考えで、変わる変わるに浮かんで消えてを繰り返してる。一つ目の答えは、行為レスになる前の二人に戻ること。これは私が風鈴をする前にずっと持ち続けてた希望。そして一番実現する可能性がない未来。二つ目の答えは、
なぜ私たちが今こうなってしまったかを見つめ直して再出発すること。これって下の私が言うと、それはされが決めることで下が口を挟む権利はないって言われるんだろうね。でも、これは私のそうしたいって願望だから、周りがそう言うからって理由では思うことまでは止められない。今夫婦としての私たちは本当に最悪。でもずっと最悪だったんじゃなくて、最高だったこともたくさんあって一緒にいれば増やすことだってできる。そしていつか、旦那くんの中で良かった思い出と未来の可能性が、今回のことよりも大事になる日が来る。私はそう信じたい。三つ目の答え、離婚すること。最近の私は再構築のために頑張ろうとするんだけど、ふと気づくと全然頑張れてない自分にため息ついてる。考えないようにしてるんだけど、どうしてもプールのことが頭から離れない。今でも旦那くんには聞けてないから、あの時何が旦那くんの心にあったかはわからない。私は確かに旦那くんを傷つけた。でも、あの時まで、たひねばいいなんて思われるほど憎まれてるなんて思ってなかった。そしてそんな人と夫婦で居続けるなんて無理なのかなって。次に私がなぜ離婚したくないか。一番は娘のためかな。片親にしたくないって思うの母親として自然じゃないかな。仲の悪い両親に育てられるのは子供にとって不幸って意見もあるけど、不仲は仲良くなる可能性があるじゃない。可能なら両親は揃っていた方がいい。私はそう思ってる。二番は旦那くんと夫婦でいたいから。私は旦那くんを好きだと思った日から今日まで、濃くなったり薄くなったりはしたけどずっと好き。でもレス解消の話をしてる頃の私は、日に日に旦那君を好きでいられるか自信がなくなっていった。だから、これは本当に叩かれ覚悟で書くけど、私は旦那君を好きでいたかったから他の男と関係した。欲を外で解消したことで私は旦那君に好意の不満をぶつけなくなった。旦那君も私からその話を振られなくなって、不機嫌になることもなくなった。裏切りで成り立ってた安定なんて本物じゃないことは分かってた。バレたら大変なことになるのも分かってた。けど私にはこれしか選びたい選択肢がなかった。あと、いくつかの意見にレスしとくね。まず不倫をした時点で子供を裏切ったんだから、再構築したい理由を子供にするなって書いてた人へ。これって、あなたの不倫感がまずあって、そこから生まれたルールではこうなるから、私にも従えって話でしかないと思う。私の不倫感は違う。そういうルールにもならない。だから結論もあなたは気に入らないだろうけど、再構築したい理由の一つは子供ですって答えるしかないんだけどな。次に不倫中は不倫相手との恋愛や行為で頭がいっぱいで、旦那のことなんて忘れてたんだろって人へ。私の場合は不倫相手に恋愛感情は全然なかった。よく家事が手抜きになったり、子育てを放棄してたって話読むけど、私にはその方が信じられない。した女が言うなと言われそうだけど、そこまで心が移ってしまったんなら、離婚してその相手と一緒になればいいのにって思う。もちろん誰でも良いってわけじゃないから好意はあったけど、それは行きつけの美容室の担当さんレベルか、そのちょっと上ぐらいしかなかった。最後にこれは私の書き方が悪くて、誤解されてるのかなってことについて、旦那くんは離婚したがってるって書いてる人が何人かいるんだけど、私の不倫がバレた日から今日まで、旦那くんは一度も離婚したいって言ってないし態度にも出してない。最初は無表情でいること会話をしないこと。この拒否反応で旦那くんは私に離婚したいと伝えてるんだと思った。でもそうではないことはすぐに分かった。離婚したいんなら言って、反応のない旦那くんに疲れた私は、何度か口にしたことがある。本当に旦那くんが離婚したいんなら、そうだと言えば良いこと。でも旦那くんはいつもと変わらず無反応のままで返事もなかった。そしてそれは今も続いてる。不思議なことに、旦那くんはこの他の拒否反応は示そうとしない。例えば不倫した奥さんの料理が食べられなくなる。奥さんが触ったものが不潔に思える。どれもよく聞く話だよね。でも旦那くんは普通に私が用意したご飯を食べて、私がアイロンかけたシャツ着て会社に行ってる。娘がどこかに行きたいとせがめば自分から家族みんなで遊びに行こうと言い、それでいながらプールではあんな事件を起こしてしまってもいる。
本当に旦那くんの真意がどこにあるのか、一番そばにいる私にもわからない。された立場から書かせてください。女です。一つ目。旦那くんも以前のように戻れないことは、わかっていると思う。二つ目。そうなればいいよね、本当に。でも並々ならぬ努力が必要。旦那くんは再構築のために何も行動していないのかな？あなたの作った食事を食べ、離婚を口にせず、家庭のために働いている。それだけでも、ものすごい努力だと思うよ。男のプライドズタズタで情けなくて、むしろ多非にたいのは旦那くんだったりもするよ。三つ目。旦那くんだって自分の非イコール行為拒否や不倫を進めるような発言を公開してる。そして子供のためにも離婚は避けたいと考えてる。下のことを切り捨てられたらどんなに楽になれるだろうって。旦那君自身が、自分の真意がわからないと思う。結婚継続すべきか、一致を切り捨てるべきか。日々刻々と感情は変化する。好きな女性ができたら、もう終わりだよ。そうかな。俺には何も能動的に処理できないように見えてしまうけどね。旦那くんが流され気味だから一致が鬱積するだけで、好きな女性ができたら一致は受け入れるしかない。一致も別に口に出して言われたわけでもないんだから、堂々としてればいいんじゃね。再構築選んだのは容赦なんだから。旦那は再構築選んでない。一致について、見たくもない、聞きたくもない、考えたくもない、と評してるわけだが、娘のために婚姻継続だけ選んだんでしょ。それは詭弁だと思うが、はためから見れば離婚しないで、婚姻を継続してるんだから、旦那側の責任がナッシングってことはないだろ。旦那は最初から離婚だろ。娘のためにいるだけ、議論は百出だが、結局のところ自分たち夫婦家族としての幸せの形を自分たちで見つけるしかないと思うよ。人それぞれ、夫婦それぞれだから。当事者以外の人間が最適なアドバイスなんてできないし、アドバイスの責任を取れるわけでもない。夫の行為拒否もあなたの風鈴も消えない過去なんだから、それを踏まえて自分たちはどうするべきかを、時間をかけて考えるべきだと思う。私から一つだけ言えるのは結論を急がないこと。サレスレなんか見ると、数年経ってもフラッシュバックに苦しんでいるサレを見かける。それほど、それが自分の心の傷を癒すには時間がかかるってことだろうと思う。今後の人生を考えると数年は長いかもしれないが、まだ風鈴バレから2、3ヶ月でしょ？この時期に旦那の様子がおかしいのは当然なんだよね。むしろ、この時期に平然としてるとあなたはどうでもよかったってことだよね。旦那も自分の心が壊れそうでしつた日に自己防衛してる時だと思う。せめて1年間くらい見守ってあげて、それから話し合ったらどうかな？一致は自分が一人になるのが嫌なだけな気もします。次は、ママ友トラブルで起こった一コアです。2話目ハンドメイド作品に潜む呪い。近所のママ友 A さんは、マスコットなんかを作るのが趣味で、頼むといろいろ作ってくれるし、バザーなんかもたくさん出してくれる。もちろん材料費プラスアルファを渡している人がほとんど。先日の台風の時、B 娘さんのつけていた A さん作のバレッタが雨で壊れたそうだった。直そうと思って全部剥がしたら、赤い字で呪いと書かれていたのを発見。A さん作の小物全部の隠れたところに縁起の悪い文字が描かれていた。くれくれしていた C さんのだけとかなら同情するかもだけど、バザーで買ったのとか、材料費プラス仕立て代プラスお礼のお菓子まで渡していた人のもあるし、A さんが注文を取る形で作ってもらったものまであった。今日、証拠を持って A さんとこにみんなで抗議に行く予定。勢いで解体しちゃったけれど、子供が大事にしているお気に入りがほとんどなので、どう説明すればいいのやら、本当に腹が立つ。母親のやることじゃないよ。どこか壊れているんだろうと思ったので、ここに書きました。こえぇ、ゾッとした。本当はいやいや作ってたことへの腹いせだったりして、いや、十分キモいけど。一致は私は C さんとは違う人思っているかしれないけど、A さんから見れば全員くれくれ気違いなんじゃないの。バザーとか注文取ったのまでとなったら、さすがにそれは。だとしても断ることもしないでいい顔して引き受けて。
裏でこんな気持ち悪い呪いみたいな真似するのはすごい陰湿。材料費はこっちで出すし、お礼も多少出すから手作り作ってよねと。気弱な人に押し付けて作らせてた人がいた。本当は嫌だけど、こっちは全部出してるし嫌ならはっきり断ればいいじゃない。とか聞きな奥様とかで、付き合いとかも考えていやいや作ってたって例を知ってるのでなんとも。しかも後味悪いことに、その人じまるしちゃったんだよね。一応最初は責める感じじゃなく、普通に話し合った方がいいよ。呪いが跳ね返ってアボンしちゃったりしてね。よく言うじゃん、人を呪わばーな二つって。抗議なんかしないで頼むのやめればいいのに、本当の吉だったらどうすんのさ。私も趣味とたまに服用でブツ作ってるけど、大変さがわかるから材料費とビビたるお礼で簡単に頼む人は、ズーズーしいなぁと思ってしまう。頼む方は気軽にしてるかもしれないけど、断るのってすごくエネルギー使うし、でも人様に差し上げるものに呪いは、A さんがおかしいと思う。参考になるご意見とかいただいたので報告だけ。と言ってもグダグダになっていて、はっきりしないところもありますが、なんか A さんの手芸品は別の人が作っていたっぽい。A さんところに行って、どういうつもりなのか問い詰める。A さん、身に覚えがないという。C さんが持っていた A 作の人形が、実は A さんから盗んだものとわかり、泥棒騒ぎで脱線。その人形にも運の文字がある。A さん、パニック。A さん旦那が A 娘ちゃんを連れて戻ってきたので引き上げることに。ハロウィンの仮装グッズをお願いしていたのは取り消すので、払ったお金は返してくれと要求しましたが、後のものはどうするか試案中です。あと、私が支払った金額ですが、だいたい提示された材料費の2倍が目安。私はバレッタ3つ、ブローチにもなるマスコット4つで合計1万40円でした。これにお菓子が5250円。1年半の総合計です。B さんも、最初の頃に相談したことがあるので多分同じくらい。他の人は不明です。だいたい提示された材料費の2倍が目安ですが、A の中の人には不満だったのかもしれないですね。それは A が注文取って、金品取って別の人に作らせてたってこと？金品は A がピンハネしてたとかで、A が作らせていた中の人が A を恨んでいたんじゃないの？値段納得して頼んでいるんだから。材料費の2倍やらピンハネ云々は関係ないと思う。A さんが頼んでいた人が A さんを恨んでたってことかな。A さん弱みでも握ってたのかしら。B さんと電話していました。誰が文字を書いたにしろ。子供の持ち物に縁起悪い文字はありえないので、A さんとは疎遠にした方がいいよね、って意見一致しました。C さんもくれくれだけでなく、泥棒の可能性があるので、距離を置くことに。バレッタとかは神社かお寺で、人形供養みたいな処理をしてもらうつもりです。もう関わらない予定です。ありがとうございました。呪いかどうかはわからないけど、悪事が露呈してよかったですね。だいたい一つの作品2500円プラスお菓子は700円分くらいってことか。まあそんなにケチな感じはしないけど、1年半に7つも頼むってやっぱり多いね。2ヶ月に1つは何かを頼んでる。しかも複数の人が、A さんか A さんの親戚か知らんが、結構てんてこまいでしょう。ハロウィンにも何かを頼んでたの？なんでそんなに人に色々作ってもらうのか全くわからん。少しは自分で準備したらいいのに。仮装グッズなんかどこでも売ってんじゃん。あれを手作りって相当大変だけど、大変だけどまさか、それも3000円くらいでやらせる気だったの？試案中って、まさか今まで払った材料費も返せとかいう気なんだろうかこの人たち。使用済みで解体したもののお金返せとかないわさすがに。ハロウィンの仮装グッズって一体何人分頼んでたの？この人たち。主はもずうずうしいのは見えてきたね。結局、金じゃないんじゃないか。営業イコール A は儲かるという頭で受注してくるが、工場イコール中の人は、仕事に例えるとサブロク協定に違反するくらい時間外残業もして、できるかと切れてるのかも。相手が仕事してる奥さんなら、フルタイム働いて帰宅し家事をし、その後深夜まで制作は辛い。残業と深夜作業はありまし金がいるな。確かに A さんが作ったもの集めたら、スーパーのカゴ一つじゃ足りないくらいになって驚きましたが、
でも A 娘がつけたのを褒める作ろうかと提案されるの流れで、いらないと言うと空気悪くなるし、今まで、やるやるだと思ってた。実際の作者は親戚の人らしくて、制作費は A さんが独り占めしたらしい。事実は不明。お金は返さなくていいけれど、供養にかかる費用は払ってほしいよ。修復したところで、気持ち悪くて使わせられないよ。A さん最低だな。反撃の仕方は陰湿だし、他に方法がなかったのかと悔やまれるけど、親戚の方には同情を禁じ得ない。結局、呪いママは被害者で、報告者は、自分を正当化しようとする馬鹿ママってことか。呪いママオツ、制作にかかる時間と制作費合わせても1万は安すぎだよな。呪いたい気持ちもわかるわ。こういったハンドメイドも、ママ友トラブルの一つですね。次は、対応に困る一コアです。3話目対応に困る怖い人。昨日 SC に行ったら、知的の人たちの外出日だったらしく、介助の人と館内をうろうろしてた。子供ではなく、お年寄りからアラサーくらいの世代の人たちだったんだけど、大声を出したり、突然走り出すから、慌てて介助の人が追いかけたりしてて異様な雰囲気。そういう人って人を選別する機能に長けてるのか。大の男には近づかずに、女や子供ばっかり狙うのね。幼児連れの自分は、ものすごいスピードで男につけ回されて本当に怖かった。距離感も変で異様に近づいてくるし。何もなくてよかったね。子供連れた女性なんて格好のターゲットだから、見かけたらすぐ店出るレベルくらい警戒した方がいいよ。買い物はどこでもできるしね。大人の男が追いかけてくるって怖いな。うちは子供が1歳半の時に、公園で3歳前くらいの女の子に可愛いって寄ってこられて、あっという間に抱きつかれた。私も不意をつかれてしまってた。でも、瞬間的に感じたのは、この子違うっていうことと対応の難しさだった。子供は突然で怯えてるし、女の子に対応間違えたら子供が危ないかもって思うと、情けないことに動けなかった。すぐ女の子の親が止めに来たから何もなかったけど、子供を守れなかった。対応できなかったって後悔は消えない。一気はすごいよ。知的の人がたまに人を襲ったりっていうニュース見るけど、被害者は決まって女子供だよね。間違っても893に絡んだりなんかはしないから、やっぱり弱そうな相手を選んでるんだよね。うちも小さい子供二人いる気をつけなくては。親子連れで賑わう休日の公園に突如現れたアウなお兄さんは、さながら進撃の巨人だったわ。本当に何もなくてよかったね。独身の頃は特に何も思わなかったけど、子供生まれてからは警戒するようになった。そういう事件も起こってるし、自分が守らないと、と思う。私も学生時代そういうクラスが併設されてる学校だったけど、追いかけられてすごく怖い思いしたから気持ちわかりすぎる。一度迷惑かぶると仕方ないとは思えないんだよな。何もなくて本当によかった。際限なく食べるし、そのくらいしか楽しみがないからと食べさせる親が多いから、体の大きいのが多いんだよね。幼稚園の体験入園で年少クラスの教室を見学しに行ったとき、そういう子が一人いてなぜかわからないけど、自分にすごく絡んできて参ったわ。子供とはいえ全力で抱きついてきたりするし、なんか子供だから無下にはできなくてビビったわ。大人の男だったらもっと怖いよね。大人の男性の知的、本当に怖かったです。女性の下着のお店に逃げても、女子トイレに逃げても平気でついてきました。すぐに介助スタッフがすみませんって連行していくんですけど、介助スタッフも若い男性なのに力ずくで連行していくから、ものすごい力なんでしょうね。声も大きいし、とにかく足が速かったのが怖かった。何の前触れもなく急にダッシュで走ってくるので、ちなみにベンチでお漏らしをしてしまったらしく、掃除の方が念入りに消毒してました。うちの妹、知的があるんだけどね。今度生まれてくる自分の子供男児とどう向き合っていくことになるのか。とても不安。女だから力もないし、おとなしいから大丈夫だとは思うんだけど、将来のことも考えるとなかなか辛くなる。怖い思いをすると、危険から避けたくなりますよね。次は、
親戚に普通でない人がいる一致の話です。4話滅亡の良い部分しか見えない人。記憶改ざんって本当に起こるんだなぁと思った。親族の嫁、A子は、自分のジップの5歳義母と弟と腹違いの弟を殺しかけ、感動。相続も外された。それを当人は、相続とは男がするもの。だから女の自分を相続から外した。と随分都合のいい出来事に変換した。親族にその事実は知れ渡っているし、何言ってんだこいつ状態。未遂は A 子が高校生になってからなので、観察処分になって実際に起こったこととして知れ渡っている。反省するどころか A 子は、相続していないだけで家族とは仲良くしていると、絶縁30年を超えた今も信じている。絶縁されているのに仲良くしてるとなぜ思えるんだろうね。全く別人との記憶を家族と行ったと置き換えてるらしい。誰かが旅行土産を渡したら義母がお土産くれたと置き換えるとか、A 子がジップたちにしてもらって嬉しいことを優先して置き換えるので、自分に好意的うまくやってる仲が良い。って感じかな。うわぁ、殺しかけた相手から、土産物もらったとミラクル変換したら嬉しいんだ。殺しかけたことはなかったことにでもされてるのかな。殺人未遂の人と親戚なのって。人格差はっぽいけどね。うちの身内の人、聞いたら卒倒するようなひどい仕打ちを親族にしているのに、しつけだとか、その人のためとか言っているし、まだその相手が自分に懐いているって思っている。すごい人格者で人気者だと自分で言っている。自分が窮地になって助けを求めてきたと思ったら、まあ、いろいろあったが身内じゃないか助け合わなければいけないって、全部チャラにしてその上にお互い様とか倫理で言い寄ってくる。あの時こう言ったよねと言っても知らぬ存ぜぬの一点張り。証拠証人があっても役切れして手に負えないんだよね。一度ちょっと会っただけの人を、自分を尊敬しているって言い出したり、これはその時にもらったものと言ってずっと前からあったものを見せたり、衝撃っちゃ衝撃だけど、一定数いるんだよ、こういう人。親戚の伴侶までは選べないし、口出しもできないからな。関わりたくない親戚ですね。最後は、スーパーに現れたヤバい人の話です。それはどこから持ってきた。前提として、自分と弟は10近く離れています。先日の父の日に、父に何か買おうと、弟と生協に行った。ついでに今日の晩ご飯の食材も買おうかとじゃれ合いながら野菜なんかを見てたら、突然後ろから頭を殴られた。慌てて振り向いたら、般若みたいな顔した女の子が、片手にハードカバー、片手にカッター持って立ってる。弟くんから離れてとか言われて自分ポカーン弟硬直。そのままカッター振り回し始めたので、申し訳ないとは思ったけれど持ってたカゴ振り回してカッター落とさせ、そのカッター蹴り飛ばして届かないところにやった後、腕掴んでひねって捕獲。この間弟はずっと硬直。弟の名前呼んでたので弟に、知り合い?と聞けば、彼女。私サイドポカーン。その子を連れてフードコーナーに移動し、自分と弟は兄弟なこと、どんな理由だろうと突然カッター振り回すのは人としてどうだと説教。彼女曰く、仲良く今日の晩ご飯どうする?なんて話してたから彼女かと思われたそうだ。中3の想像力怖え。彼女も反省しているようなので、説教の後弟はそのことは彼話。私は帰宅。とりあえず今後一緒に歩くときは間違っても手をつないだりしないようにしよう。と弟とは約束した。おつ。女の子は怖い。一致が無事でよかった。突然カッターなんて、もし首筋や手首に偶然決まっていたら、怖い女の子だね。弟がまだ付きまとわれているようだけど詳しく聞いていないからよくわからない。中3の弟と手つないでんのか。仲がいいのはいいことだけど、さすがに引くわ。おつ。弟は中3なのか ?10 個離れてるにしても、手つなぐなんて仲良すぎないか。弟彼女元、になったんだよなが非常識というか頭おかしいのは確かだが。彼女がいる際でお姉ちゃんと手つなぐなんてよほど仲いいんだな。うちは仲悪い兄妹だからちょっとだけ羨ましい。本当に手つないでるわけじゃないと思うんだけど。普通に警察行けば、今、別れとかないと弟さん一生を台無しにされるよ。
今起きてきた弟に聞いてみたら、まだ完璧には別れられてなくて色々と起きてるみたいですが、私に関わってこなきゃいいやということで放置しておきます。弟は小学生ぐらいの頃は猫がいるからと車道に突っ込んでったりするような子だったので、その時の癖で立ち読みしてくるなんて買い物中に言えば、脱走しないように手を繋いだりします。それで私を彼女だと勘違いしたみたいです。弟が中3で10歳上なら、彼女とは普通は思わんだろ。下手すればお母さん、と思われかねないし、イッチがそれだけ若く見えたんだね、オツでした。うちの兄妹両方20歳超えてるけど、二人だけで出かけるとき手繋いでるわ。普通に羨ましいな。うちは兄弟お互いでなんか相手を引っ叩く以外に使った記憶がないよ。そのメンヘラ彼女と完全に切れるまでは、まだまだ弟さんは大変そうだな。手を繋ぐのは年齢的にやめた方がいい。今度弟が好き勝手な行動しようとしたら、今回の話を例として出そう。兄弟で手繋ぐとかないわ。15って思春期真っ盛りなのに、周りに見られるの恥ずかしくなかったのかね。女って切れると怖いよ。うちの妹も喧嘩の度にカッターを出してきて大変だった。自然と遠くから攻撃するため足での攻撃に強くなった。こっちまで刃物出したらシャレにならんし、問題はさカッターを常備してるような女の子はやばい。カッターじゃなくてセンスを常備するべきだな。鉄線だと立派な凶器だろ。たまたま兄弟を見かけた時に、たまたま手にはカッターが、実は弟さんが本当に埋まる気していて後をつけてただけだったりして、だとしても刃物はないが。スーパーならその辺の棚からパクったんじゃね？でも中くらいの年なら、クラスに一人や二人は逆上すると刃物振り回すくらい見境ないのいるよな。普段からカッターを持ち歩く子だったのでしょうか。将来が怖いです。一話目母親に夜中に起こされた理由を聞いてぞ。5歳の時。夜中に母に起こされて服を着替えさせられた。母は何も言わずに私の服のボタンを止めていたが、私はもう眠くてぐずり始めた。すると廊下にいた父が、もういい。と言って、私はまたパジャマに着替えさせられて寝た。次の日また母に夜中に起こされ着替えさせられた。母は私のボタンを止めながら小声で、昨日みたいに泣きなさい、早く。というのだが、私はぼーっとしてただボタンを止めていく母の指を見ていた。すると今度は3歳の弟が眠いとぐずり出した。またもや父が、もういい。と言い、その日も就寝した。次の日、母は私と弟を車に乗せ母の実家に向かった。後ろを見ると父が大きく手を振っていたので、弟と行ってきます。お土産買ってくるねー。父に大きく手を振り返した。その後家には帰らず、両親の離婚が成立し、父とは二度と会うことはなかった。成人してから母に当時のことを聞くと、夜中に起こされた時、実は一家心中一歩手前だった。仕事が行き詰まっていた父が、みんな出た日の夜と母に包丁を突きつけて母は逆らうこともできず、途方に暮れながら私を起こしたらしい。あん時あんたが泣いてくれてどれだけ助かったか。それなのに次の日のあんたはぼーっとして泣いてくれないし。ちなみに母子で父の元を逃げた日、父の手には出刃包丁が握られていたそうな。あれはのどかに手を振ってたんじゃないわよ。私たちを誘うと振り回していたのよ。なんであんたたちニコニコ手を振っているのかと思ったわよ。当時の子供の目には包丁は認識していなかったよ。しかし子供が泣くだけで一旦は思いとどまるあたり。父もまだ迷っていたんだろうかと、ふと思う。うわぁ、これは地味に怖い。じわじわ来るね。すげえ怖い。ホラー小説みたいな脱出劇。親父はその後どうしたんだろ。認識の違いが怖い。説明不足があったので補足を。あの時素直に着替えていたら、心中場所を探しに他日のドライブに出る予定だったとのことで、二日目の母が来た日に私に泣けと言ったのも当然かと。弟が泣いてくれなかったらかなりヤバい状況でした。あと逃げた時、母は父は包丁振り回しながらしばらく車を追いかけてきていたというのですが、私の記憶にはそんな父の姿は全くなく、ただ手を振っている姿だけなのです。そんな強烈な姿見たら忘れることはないと思うのですが、二
不思議です。また母になんで1日目のことがあってすぐ逃げなかったのか聞くと、心中なんて一時の気の迷いで済む。家族4人で頑張っていけると思っていたとのことですが、2日続いた上に3日目は日中に父が包丁を持ち出してきたので、もうダメだと逃げる決意をしたそうです。父のことはタブー扱いでどうしているのかはわかりません。もうそれでいいと思っています。いやいや、久しぶりに怖いですわ。一致が無事でよかったです。父親が包丁を振り回してた姿も覚えてなくてよかったです。次は、彼氏と過ごしていた一致に起こった一コアです。2話目知らない女が元彼の名前を。去年の話です。彼氏の部屋で夜、さあこれから1位という雰囲気の時に、インターホンが鳴った。もう夜11時くらいで、そんな時間に誰か来る予定もなかったので、おかしいな、と思いつつ彼が玄関に向かうのを後ろから見ていました。彼の部屋はワンルームで玄関まではちょっと廊下があるだけで、ドアを開けると外から部屋は丸見え、半裸だった私は体をシーツで隠しつつ、玄関の動向を伺っていました。インターホンを鳴らしてすぐ出てこなかったからか、どんどんどんとドアを叩く音がずっとしていて、彼がんだよ。誰?と言いながらドアを開けるのと同時に、女が飛び込んできた。気づいた時には、ベッドの横に立って私を見下ろしていました。あまりに突然の出来事で彼も私も一瞬呆然。なんなのよやっぱり男がいるんじゃないの。突然その女が私に叫び、私と彼は我に返りました。男がいる?ってことは対象は私?彼の生まる気相手じゃないの?と思った時。誰だよ、お前。と彼が玄関から戻ってきました。おい?と彼が女の肩をつかむとその女は急に泣き出して。どうして?なんでこんな女がいいの?としゃがみ込んでしまいました。この人知ってるの?と彼に聞くと。見たこともない。知らない。でも埋まる気をしていたなら認めるわけがない。でも私に向かって、やっぱり男がいるんじゃないのっていうのはおかしい。もう何がなんだかわからず、その女にあなた、誰なの?と、刺激したらいけないと思って静かに声をかけました。女は子供が泣くときみたいに両手で目をこすりながら。なんでなの?私の方が愛してるのに、愛してるのに。とぐずぐず泣くだけで、その場を動こうともしないので、私が本当はこの人と埋まる気してたんじゃないの?と彼に詰め寄ると、彼は絶対にそんなことはしていないという。ねえ、泣いててもわからないからと私が女に言うと。だって、私の方が愛してるの、愛してるのに。と繰り返すばかり、私は本気でやばいと思い、女に見えないように、彼に警察に電話をするようジェスチャーで伝えました。彼が携帯を手に取ろうとしたその瞬間、〇〇って知ってるでしょ。と女が私にまた叫びました。その名前は私の元彼で、別れてからもう1年以上が過ぎて、忘れかけていた名前でした。あの人、あんたなんかのこと今でも好きだって忘れられないって、もうきっと他に男がいるって言っても、私の方が愛してるって言っても全然わかってくれない。あんたが生きてるからいけないのよ。と私につかみかかってきました。彼が後ろから、やめろ。と女を羽交い締めにしたものの、本気で暴れる人間の力というのはすごいものらしく、今にも彼の手を振りほどきそうでした。部屋の外に連れ出そうとする彼を横目に、私は警察に電話をしようとベッドから出ました。玄関のドアがちゃんと閉まってなかったので、彼と女は揉み合うように廊下に出て行って、私は携帯を手に110番に状況を伝えながら、彼が心配で玄関に向かうと、わー、ギャーという二人の叫び声が、慌てて服を着て廊下に出ると二人の姿はなく、隣の敷地の駐車場に二人の姿が、彼のマンションは柵が低く、揉み合っているうちに3階の廊下から転落したのです。慌てて警察にその旨を伝え、119番をかけながら二人が倒れている場所まで行きました。大丈夫?大丈夫?と声をかけると、彼は意識があって肩が痛いと言い、女は気を失っているようでした。間もなくパトカーと救急車が到着し、二人は病院で手当てを受けました。3階から落ちたものの、彼はかすり傷、女の方も両足骨折で済みました。
一応念のため彼も入院ということになり、入院の準備のため彼の家に戻りました。そこで私は元彼のことを思い出し、付き合っていた当時の携帯の番号にかけてみました。番号は変わっておらず、私が事情を話すと、返ってきた返事は、そんな女は知らない。でもその女は確かに元彼の名前を言ったし、そのことで私を恨んで、どうやって調べたのか彼の家まで来た。どう考えてもおかしいので、一緒に病院に来て女の顔を見ればわかるだろう、ということになり、元彼と私は再び病院に向かった。ところが、病院に着きまず彼の病室に行くと、廊下で警察の人が待機していて私を待っていたようだった。彼にも事情聴取をしているようで、中で話し声が聞こえていた。警察の一人が、さっきの女の人は、どちらの人ですか？と私に聞くので、私は全く知り合いでもなければ見たこともないこと、元彼のことを知っているようだったので連れてきたことを話した。ところが、困ったことがありましてね。実はあの女性、いなくなってしまったんです。結局その女はどこに行ったのかわからず、彼も元彼も本当にそんな女は知らないという、警察での事情聴取なので嘘は言っていないはず。警察でも私たちが被害届を出さないのなら事件ではないし、あえて探すこともしないというので、関わりたくなかった私と彼はそのまま今に至っています。元彼の方で何かがあったという話も聞かないので、あの女が誰だったのか、なぜ私に因縁をつけてきたのか、元彼の名前を出したのはなぜなのか、すべてが今でもわからないままです。何よりも私が怖いと思ったのは、その女がいなくなったとか誰だかわからないという事実よりも、両足を骨折していたのに自力で歩いて、姿を消したことでした。廊下をずるずる張ったのかねー。治療費はどうしたのかねー。廊下を張っていったのか、何かを支えに歩いたのか、病院からタクシーに乗った形跡もなかったそうです。その時もう夜中の2時くらいだったのに、彼女の分の治療費がどうなったのかはわかりません。それ以上関わりたくなかったので、調べもしませんでしたし、警察からも病院からも何も連絡はありませんでした。ガクガクブルブル。その女性は何者だったのでしょうか。次は、出張中の一致に起こった一コアです。話を想像しながら結末を知ると、3話目上の階の物音の正体は、数年前、出張でビジネス宿泊施設に泊まった。夜中にすごい大きな音がして飛び起きると、柔道の受け身の稽古をしているような音が10分以上続いて、止まる気配がなかった。こっちは仕事でぐったりで、なんだこんな時間にうるさいなとイライラが収まらず、フロントに電話して注意してもらうようお願いした。数分経ったら静かになったので安心して眠りについたら、今度は救急車の音と消防車の音がし始めた。真上の部屋の客、有価水素で自丸してた。ずっと聞こえてた音はガスで苦しんでのた打ち回ってた音で、自分は客が息絶えるまで一部始終聞いてたと思うと、未だに背筋がゾワッとする。物音がトラウマになりそうな出来事だな。それは怖すぎるわ。夜眠れなくなりそうだ。有価水素じまるって楽にタヒネルから流行ったのかと思ってた。10分ものた打ち回るって壮絶じゃん、怖すぎ。そんなの聞かされて災難だったね。どっちかっつうと、かまってちゃんの最後の大迷惑だと思うよ。無差別に周りに最大限の迷惑をかけるじまる方法。うちの社でもあったけど、いきなりビルからデロデロ言われて、その後許可降りるまで一切戻れなくなって一匹仕事にならなかった。そいつと同じ会社の人たちはかわいそうだった。一番の被害者なのに、他社の人たちに頭下げてね。やらかしたクズは不可思議年地獄で苦しむといいと思うけど。ホテルマンも下手すらたひぬわけで。ジマルは絶対にしてはいけない。しかし、もしジマルするなら、二次被害を出さない、迷惑をかけないようにしてほしい。想像すると、幽霊よりも怖いです。次は、突然知らない女にぐさっと行かれた一致の話です。4話目他人の住まるーカーに刺されたけど、相手はとんでもない金持ちだった。ある日彼女と歩いていたら、知らない女に刺された。住まるーカーしてた男と俺を間違えて、一緒に歩いてた彼女を刺すつもりが俺を刺したと、しばらく入院する羽目になったが、会社をクビになり、彼女とも別れた。
両親は離婚してて、母はこの世にいないし、父とは絶縁、絶望というか、完全無気力になってたらその女の父が見舞いにやってきた。歴史に詳しくない俺でも知ってるお殿様の子孫なんだと謝罪前に名乗られた。なぜか俺の身の上を知ってて、入院費と慰謝料、あと退院後もリハビリが必要となる怪我だったので、再就職は大変だろうと就職口まで斡旋すると申し出てきた。今思えば醜聞隠しだったんだろうと思うが、馬鹿だった俺はその還元に乗ってしまった。当てがわれたのはとある記念館の資料室勤務。仕事らしい仕事はなし。そこの当主の鶴の一声によってやってきた俺は腫れ物扱いで、誰とも接することなく無意な日々を過ごすのみ、時間だけはあったから、ひたすら前職関連の資格の勉強してた。そしてなんとか不自由なく歩けるようになって、再就職に向けた資格も取り終わったので退職願いを出したら、当主に呼び出された。当主曰く、不満はなんか、と、他にやりたい仕事があるからといえば、じゃあその仕事を用意しようとも、正直もう関わりたくないのが本心だったが、あれこれ理由をつけてとにかく辞めたいと固辞し続けてたら、出てきた言葉が、ならば娘と結婚しろ。なんか常識とか以前に価値観が根本的に違うんだと思ったので、答えをはぐらかして自拒した後、身一つで逃亡した。慰謝料と無駄に給料もらってて貯金はかなりあったから、縁もゆかりもなかった土地へ引っ越し、就職口も見つかった。でも最近新しい生活に慣れてきてから、刺されてから逃亡までのことが夢のように感じてきて、誰かに話したいけど誰にも話せないのでここで、吐き出させてもらった次第。逃げ切れたかどうか、また追ってくるかもだけど、大変だったな。金はあるだろうけど、その女狂ってるし。その女は刑務所送りにならなかったの？警察が俺のところに事情聴取に来てないし、病院じゃ自傷ってことにされてたから、そもそも通報されてなかったのかも見消されたかのどちらかだと思う。親子で頭おかしかったんだね。その仕事紹介してくれ。まず刺されてからだな。なんか羨ましいな。俺ならそのままその家系に居ついちゃうな。女がドブスの場合は前言撤回するけど、理由は言及してないが、人を刺すような女とは結婚したくねえ。ほぼ100メンヘラだと思う。万が一、結婚しても、勝手な思い込みでうまる気とか責められた上に、人情沙汰になりそうだね。それだけ力がある人なら、一致の居場所を見つけ出しそうですね。次は、帰省した一致に起こった怖くて悲しい事件です。ごわめ実家に帰ったら他人がいた。ありのまま、今起こったことを話すぜ。一年半ぶりに実家に帰省したんだ。家に入って、茶の間に入ったら、全員知らない人で、警察に通報されて、しょっぴかれ、さっき解放されたんだ。何を言ってるのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。頭がどうにかなりそうだった。現実逃避だとかストレスだとか、そんなチャチなもんじゃ、断じてねえ。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。家族の携帯電話は全部繋がらねえし、どうなってんだよ。警察には免許を見せたり、事情を話したらなんとか納得してくれたようだが、家族全員失踪してんの？これ、近所のおばちゃんに話を聞いても何も知らないみたいだ。事故とか事件とか本当に色々心配だけど、もともとクソニートだった俺を、家族全員でハブっちゃったんじゃないかとか。つれー。俺はいつも通り玄関の鍵を開けて鍵は前のままだった。ただいまんじゅうって言いながら、茶の間に入っていったら、知らないおばんと若い女の子がテレビ見てた。テレビは元からあるうちのテレビで、家具や調度品なんかも前のまま。で、おばんと若い女の子が叫び声を上げたんだ。いやーいいーって、俺もびっくりして、僕のうち、マジ、間違いまし。って言いながら外に飛び出た。やっぱりうちの家だ。で、家の周りにいたら警察来て連れてかれた。すみません、不法侵入の通報を受けたのですが、ここの家に立ち入りましたか？って具合で、とても物腰も柔らかく丁寧な警察官だった。ここはぼぼう僕の家だ。だだたんですけどウーブフェ。あからさまに。警察官の表情が汚いものを見る目に変わった。手錠とかはかけられなかったんだけど、
話を聞きたいからって、警察署に、持ち物とか検査された後、持っていた免許証とかと、警察が持ってた家族構成を書いた紙みたいなのと照合して、無罪放免になったようだ。あんなのなんで持ってんだろう。ともかく、あの家は外見と中身はそのまま、他人様が住んでいるということが分かった。家を売ったのなら、中身は変わるよな普通。親戚の家にも電話したけど、全く何も知らないようだ。もう、ここまで来ると、俺には家族がいなかったんじゃないかとさえ思える。平行世界じゃないのか？さっきも書いたように俺は2年ほど前までニートだった。5年ほど悠々自適に家族の財産を食いつぶしてきたわけだ。やっと見つけた機関工の仕事が、今年の春で契約終了になる。今年の春からはまた実家で仕事を見つけようと思っていたんだ。その矢先の出来事だ。ちなみに2ヶ月前までは家族と連絡が取れていた。やっぱり俺はハブられたのか。そう考えるとすげえ苦しい。夢見てるんじゃね？こんな時に、俺の部屋に置いておいた同人誌とかフィギュアとか、漫画とかゲームとかどうなってんだろう、とか考えてしまう。ああ、俺はこんなんだから家族に捨てられるんだな。ドッキリテレビって知ってるか？サプライズとかドッキリだったらどんなに良かったろう。もう一度だけ俺の家を確認しようと思って向かっていたら、警察官がいたのでネットカフェに逃げ込んだところだ。俺、なんで逃げてんだよ。機関工の仕事も自分では真面目にやっていたと思っている。半年だったのが2年働けたから、雇用保険も支給されるから、実家に戻っても、家族に迷惑かけなくても良いかな。って思ってたんだ。ところがどうだ。因果応報とはまさにこのことか。家族に今まで迷惑かけたから、稼いだお金を渡そう。ってんで貯金していたお金があるから、当分は生活に困ることはないけど、虚しい。自分では更生したと思っていたんだが、家族の評価は厳しかったんだな。甘かったよ。ただ単に引っ越しをしてて、たまたま俺に連絡を忘れていただけであってほしい。前に散々迷惑かけたけど、最近は一人で飯も作って食えるし、買い物もできる。働いて、お金もらって、自分で生活することが楽しい。ニートの時も楽しかったけど、いつもこれでいいのかと思っていた。そんな後ろめたさがなくなっていたんだけど、何か、心に黒いモヤモヤが戻ってきたようだ。自分が幽霊なんだろ。俺の人生の絶頂期は、9年前の冬だったな。行政書士の試験にも合格して、家族でお祝いしたっけ。弁護士目指して勉強したいからって、大学に入り直して、行政書士の登録はしなかった。弁護士の勉強をするに従って、行政書士に魅力がなくなっていってたってのもある。でも、勉強しているはずが、ネットばっかりやってた。うぬぼれてたよ。気がつけば機関工ですよ。あっという間。せっかく持っている資格も、もはや生くら。こんなんで仕事はできない。だから、しようは諦めた。何でもできるって思ってたんだけどな。今は何にもできない。こんなに家族と離れるのが辛いと思わなかった。だから、何かの間違いであってほしい。機関工をやっていろいろ変わった。最初はいやいややってたんだ。なんで俺がって。でも、今思うことは、仕事は何でもよかったんじゃないかと。働いて、収入を得て、腹を満たし、笑って暮らす。これでいいじゃないかと。だから、今は仕事は選ばない。俺みたいなクソ虫が必要だって言うなら、どこでも働きたい。気がつくのが遅かったよ。本当。今何歳なの？31歳。よく考えると、家族がいなくなったからって、泣きそうになる歳でもないよね。芯からダメ人間ですわ。悔い改めて親のために貯金して、今後も考えられるようになるまで成長したのは純粋にすごいと思う。その機関工は無理やり生かされたの？自分で見つけていったの？機関工は自分で見つけていきました。環境を変えてみたくて、住み込みできるところを探しました。多分、はぶられたんだと思ってはいますが、事件とか事故に巻き込まれていないかが心配です。はぶられたんなら、それはそれで仕方のないことですが、けじめとして、貯金を渡すのと、これまでの謝罪とお礼だけはしたいので、明日は役所と法務局に行ってくる予定です。世の中そんなことってあるんだな。明日役所で何かわかるといいね。漫画みたいなことが起きましたね。
家族はどこにいるのでしょうか。後日、一致から報告があったので紹介します。結果的には家は他人のものになっておりました。町の不動産屋さんに買われていました。不動産屋さんにも出向いたのですが、逆居抜きと言いますか、不要な家の家財は処分するという条件で買い取ったようです。現状住んでいる人は、家財据えたまま借りているようです。戸籍を調べましたが、変化はなかったです。一人でやるには手詰まり感がありますが、もう少し頑張ります。頑張れ。辛いだろうが今の一致なら、きっとやれるよ。興味深い話だな。偶然堂望むだけだが応援してるわ。皆さんいろいろとありがとうございます。今は地元を離れ仕事に戻りました。住み込みのように帰ってきましたが、すっきりしません。今日は1日仕事をしていたのですが、いろいろと気になりっぱなしです。ひとまず不動産屋さんの話を聞くところ、事件事故といったトラブルではないと思います。今、元実家に住んでいるご家族は昨年に賃貸したようです。なので、連絡が取れていた時期より前に売却済みだったと。ひとまず、次の休みまではあまり動けないかな。先ほど、妹とようやく連絡が取れました。結果的には、超がっかりです。聞こうか。結果を言うと、やはり、俺は家族にハブられちゃったようです。契約が切れて戻ってきて、またニート5年っていう危機を感じたようで、去年の正月に親戚連中からいろいろと言われたらしく、それが引き金になったようです。なので、妹的には最大限に気を使った物言いでしたが、整理すると上記のような話ですごくショックです。いや、自分の業なんですけどね。さすがに妹は居場所を教えるわけにもいかないということは理解できましたので、深くは聞きませんでした。というか聞けません。なんか、すごくショックです。なんてこったい。そや、親戚に電話していろいろ聞いても知らないっていうわけだ。家族のみならず、親戚もグルですか。とか考えると、すごく真っ暗だよ。家族はともかく、親戚連中に迷惑なことしたんだろうか。それほどに自分の家族が迷惑していたってことなんだろうな。ああ、何か自己嫌悪で胸が悪くなる。妹からも、もう連絡してきても取らないからって言われたし、オワコンだよな。すごい後悔だ。明日からは一人だよ、本当。自分のしたことを報う家族もなしです。一人称しかない。ただただ、自分の愚かさを嘆くばかりだ。十分後悔したら家族のことは忘れろ。稼いだ金も全部自分が幸せになるために使え。家族がいなくなった分以上に幸せになればいい。まだ若いんだから頑張ってくれマジで。行政書士の資格はまだ有効？登録はできる？使用を諦めるにはまだ早い。転職サイトや職案で休職登録じる。夜は悔やんでも良いけど、昼は動け。きんと実績を作って、親戚家族から連絡が来るように仕向けろ。ひでえ話だな。稼いだものは、そんなんで一致を捨てるような家族のためじゃなく、自分の幸せのために使うべき。はるかは家族の意見だけど。皆さん、本当に色々とありがとうございます。毎日、仕事に行っては帰ってきてうめく生活を繰り返しておりました。ただ、妹から銀行口座を教えてもらいましたので、貯金していたお金を振り込んできました。また、ここに至っても妹以外の家族とは話もできていないので、メールで今までの謝罪と、今後はしっかり一人で頑張る旨を伝えました。個人的にけじめというか区切りもつきましたので、今後、こちらから家族にアクセスすることはしないと思います。今は悲しいですが、なんとなく心が晴れた気がします。今後については、仕様に戻ることも視野に入れて再勉強をすることと、プログラムが多少欠けますので、PG とか SE への道を模索してみたいと思います。遅いスタートになりましたが、春から新卒の気分です。不謹慎ですが、少しワクワクもしてきました。よかった。本当に、これからが本当の人生だと思う。頑張れとしか言えないが、頑張れ。それだけのことを家族に対してしてきた報いだな。受け入れるしかない。過去が過去とはいえ、家族のために頑張ったのに家族がいなくなるとは。次は、嫁の日記を見つけて読んでしまった一致。幸せな生活がまたたくまに変化していきます。6話目捨てられるんじゃない。捨てるんだ。部下が多大なミスして会社に損害を与えた。立場上こっぴどく叱ったが、
あまりにもの落ち込みようで罪悪感が出てきて、激励のつもりで飲みに連れて行く。二人きりで、居酒屋では仕事の相談を受けるが、部下はまだ吹っ切れてない。居酒屋を出るとまた泣き出し、それで放っとけなくなり思わず抱きしめてしまう。抱きしめ返してくる部下がその時だけ愛おしくなり、酔いもありホテルに号。そのまま関係を持ってしまう。罪悪感があり、これっきりと自分に言い聞かせるも、部下から仕事の相談との名目で誘われるようになり、また二人で飲みホテル。これが二年前の出来事。さらにずるずると関係を持ち続け、高齢と化して初めて気持ちが部下にあることに気づく。抱かれる時ゴムもつけないようになる。そのしっぺ返しは妊娠という形で現れた。こっそりダマルして、さらに二回目のダマルを経験する。これが一年前の出来事。嫁の日記にこと細かく書かれていた。初めは小説とか自分に言い聞かせてみたが、やはり事実であることに変わりなく、悲しみの波が押し寄せてくる。最近の日記には、どうやって俺に切り出そうか、どうやったら円満に離婚できるのだろうか、など綴っている。読み終わる頃、俺にこの日記を差し出してきた娘14歳が突っ伏せて号泣している。娘は、ママは私たちを捨てるの?と聞いてくるが、ヘタレな俺は何も答えられず涙だけが流れていた。しばらくすると娘が、私たちが捨てられるんじゃなくて、私たちがあの女を捨ててやるんだ。と言い出した。俺はたしなめたが娘の意志は固く、それ以外の答えはないと言い張った。このことは嫁には内緒にして、娘と二人で何もなかったように過ごす努力をした。一週間後にもう一度娘と話し合いした。やはり娘は離婚を、離別を望んでいる。それは恨み事ではなくママのためらしい。嫁のために離別して、嫁は嫁の好きな人と一緒になることを望んだ結果だそうだ。俺はこの言葉で離婚を決意。それからが早かった。1ヶ月しないうちに新居を決め引っ越しも俺と娘の荷物は運び終わった。共有家電も財産分与で嫁に残し、新居には新しい家電や家具を揃えた。それと同時に更新所にも調査依頼してもらい、埋まる木の証拠も十分なほど揃っている。これも娘が、せめてそれくらいのけじめはつけるべき。と慰謝料の話もしている。娘がググって調べたらしい。証拠や引っ越し、すべて準備が終わったところで、テーブルに離婚届とあとは弁護士通してくれと弁護士の名刺と、書き置き残して住み慣れた家賃貸、嫁名義を出て行った。預貯金は慰謝料と養育費として全額持った。間男にも弁護士通して慰謝料100万だけ請求した。出て行った日にスマホ解約。娘も転校した。会社も支店に移動。しばらくは嫁から会社や俺実家に連絡。突があったらしいが、俺たちには被害なく過ごすことができた。弁護士にも離婚はしないと言ってきたらしいが無視。弁護士は冷静に依頼を遂行した。1ヶ月後も男からの慰謝料振り込みが確認できたと弁護士から連絡があった。嫁からはまだ振り込みどころか離婚届すら届いてない。弁護士が調停に持って行っても嫁は来なかったので、そのまま強制離婚となった。さらに2ヶ月後、間男は会社に風鈴がバレて地方に左遷。嫁は広角子会社に左遷子会社といっても清掃会社の平野作業員。義実家の自部屋で手首を自分でスパッとやって病院に搬送されたらしいが、命に別状はなかった。弁護士から連絡が来たので娘に話すと、本当に自丸するのなら中途半端に生存率高い方法は取らない。自作自演だ。と冷たくあしらった。嫁はその後も同じこと繰り返して病院に搬送されるが、弁護士曰く、唾つけておけば治る程度の傷みたいだった。俺は弁護士に接近禁止令を出してもらい、嫁とは一切の接触を絶った。その後の嫁はどうなったかは知らない。それ以降は娘も平常を取り戻し、去年結婚して穏やかな生活を送っている。俺は来年生まれてくる孫を楽しみに、毎日を過ごしている。離婚時に嫁は弁護士に、一時の気の迷い本気じゃなかった。幸せすぎる毎日に麻痺して周りが見えなくなっていた。なんでこうなったんだろう。と言ったみたいだが、弁護士は全て自己責任ですで切り捨てたらしい。誰しも間違いはあると思う。
最初の1回だけなら100歩譲って俺も再構築はしたと思う。だがラリっていたとはいえ、真剣に離婚まで考えるまでになった嫁を受け入れることはできなかった。娘に対しても日記で産まなきゃよかったとも書いていた。これは過ちではなく悪意としか受け取れない。戻ろうと思えばいつでもできた状況だったが、嫁はそれをしなかった。腹水盆に帰らず、嫁は取り返しのつかないことをした。ただそれだけだ。邪魔ですね。罪には罰をだよ。やったことの償いは軽くは済まないってことで。だって埋まる気は心の殺人なんだからさ。風鈴の代償は大きいですね。次は、子供時代の一致が兄弟と留守番をしていた時に起こった一コアです。7話目留守番中に起こった恐怖話。自分が小さい頃の話。夏休み中に親が何か用事で遠出していて家にいない真夜中、弟と妹と自分の3人で留守番をしていた。数十分前に母から連絡があった。まだ、峠なんだ。家は大丈夫？大丈夫だよ。ごめんね。帰りに、冷たいものか何か買って帰るからさ。気をつけてね。そんな電話が親からかかってきて、隣の泊まる路を見ていたら、夜中の遅くなのにコンコンコンどこかから、そんな音が聞こえる。弟が、お父さんかな？と言うと、妹が、はぁ？兄ちゃん、何言ってんのさ。と言う。自分が、さっき、まるまる峠からの電話だったよと伝えると、嘘じゃない？もう、帰ってきたんだよ。外に置いてあるものが転がった音じゃない？インターホン、撮ってみるよ。我が家のインターホンカメラ付きではなく音声だけの受話器撮ると、外の車が通る音と、インターホン特有のザーッという音に混じって何かが聞こえる。ガサゴソ何かが動いている音がする。ちょっと、玄関の様子見てくる。やめときなよ。近くで交通事故とかあったのかも。なんで家に来るのさ。絶対、変だよ。弟がすっと立ち上がって、玄関の電気をつけて家のドアを開こうとした時に、どん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 ガン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 ゴン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 、と大きな音がした。電気消しなさい。状況が悪化したので、家中の電気を消して許す作戦を開始。三人兄弟で食卓テーブルに潜って静かになるのを待った。すると、音が全くしなくなってほっとした。やべ、止めるの聞けたまんまだ。テレビ消してくるから、ちゃんと、ここにいてよ。暗がりの中速攻テレビを消して、食卓テーブルの下に戻ろうとすると何かがおかしい。目が慣れて窓をじーっと見ると、大きな影がある。自分の影ではもちろんない。カタカタ。誰かがいる。自分もパニックになって、電話の呼吸を持って食卓テーブルに戻る。どうしたの？窓に人がいる。玄関のやつ？わかんない。警察に、電話してみる。110？ 俺、押したい。遊びじゃないんだよ。人生初の通報をじゃんけんで公平に決めようと言い出す弟に譲ると、弟はいちいちだけ押して切ってしまう。結局、自分が通報。通報中、弟がまたすっと立ち上がって、窓のカーテンをザーッと開けに行ってしまう。警察ですか？家に変な人が来て、知らない人が来てて、困ってます。とりあえず、意味不明なことを言って後悔。お姉ちゃん。包丁持ってる。包丁持った人が来て家に入ろうとしてます。助けてください。通報し終わると、窓が割れて、自分フリーズ。弟と妹は家のどこかに逃げる。自分、置いてきぼり。包丁男に押し倒され、自分フリーズ。髪の毛撫でられる。なんだ、こいつ？と自分、ポカーン。いつの間にかパトカーが来て、警察官が包丁男を逮捕。家の外には、続々とパトカー救急車。担架に乗せられた自分、ポカーン。動かないで。なんで救急車に乗るの？動いちゃダメだって。病院、行こうね。何？お父さんとお母さんには、ちゃんと連絡するからね。包丁が体にサクッと刺さったまま乗せられたらしい。自分は全然痛くなかったのに、大人は大げさだなぁ。と考えている間に眠くなって寝てしまった。あの頃は全然怖くなくて、通報して帰って大騒ぎになって大変だったなぁくらいにしか思わなかった。今考えると、めちゃくちゃ怖い。犯人の動機は？怨恨？通り魔？どこに包丁刺さったの？
女の子が欲しかったみたいな意味不明なことを言って話が二転三転したそうだ。警察の話だと、誘拐とかいたずらとかしようとしてたうんぬん。胴部の端っこにプスッと包丁が入った。変質者か。わざわざ子供だけで留守番してるのを確認してたのなら、かなり気持ち悪いよね。妹さんに被害がなかったのが不幸中の幸いというか。警察に電話できてなかったら、もっとおひどいことになってましたね。次は、殺人事件になることもある怖い話です。8話目帰宅してトイレに行くと、高校生の時のこと、発熱で早退して帰ったら、家のトイレに知らないおじさんが入ってたこと。結論から言えば空き巣だったんだけど、我が家に侵入してすぐに猛烈な便意に襲われて、トイレにこもってる時に私が帰宅したということだった。その時は状況が読めず、わっすいまっほや。すみませんと思わずドアを閉めたと同時に我に帰って、とりあえず近くの棚や家具を手当たり次第にトイレのドアの前に積み上げて、家を飛び出して泣きながら隣のおばさんに助けを求めて、警察が車でおばさんと二人で抱き合って家の前で見張ってた。トイレに閉じ込めた対応に警察の人から GJ もらったけど、ナイフを所持してたって知って、冷や汗が吹き出した。ちなみに空き巣の人はその日お腹下してたとかはなく、本当に家に入った途端だったそうなので、仏壇のじいちゃんばあちゃんずの仕業じゃないかと思ってる。入ってすぐだったので近隣の被害はありませんでした。あと、発熱は気づいたら下がってました。GJ とっさの判断でトイレ封鎖とかすげー。GJ ありがとう。その時はなんでか生け捕りにしなきゃと思った覚えがある。後でそんな自分になんだその思考ってなった。父にはそんな時は一目散に逃げなさいって叱られたし、実際ナイフ持ってたしね。空き巣に遭遇して殺される事件もあるので、一致が無事でよかったです。最後は、授乳中の一致に起こった一コアです。最終は冷凍母乳がなくなった。先月冷凍していた母乳が盗まれた。夫に知ってる?と聞いても知らないと、そのまま通報の許可をもらい、通報。2週間ほど経ったある日、チャイムが鳴った。出てみると、マルケンの栄養です。と、そんな知り合いはいない。マルケンにも親戚も知り合いもいない。部屋を間違いでは?と対応。すると、母乳ありがとうございました。ダイレクトに飲みたくてマルケンから来たんですと。何それ怖すぎる支援。はぁ?と思いながら、でも変に冷静に。ああ、今子供起きてるからうちの階の外で待ってて、とエレベーターを上がってもらった。その間にまず、何かあったらいつでも呼んでいいからと言ってくれていた隣の事務所に電話。ベランダから二人で行くと来てくれた。次に警察。最初の通報で来てくれた人につながりすぐ向かうと、夫にも連絡。出先だったので、会社に確認してできるだけ早く戻ると、お隣さんに部屋に呼んでと言われドアを開けて入れる。すぐにお隣さんに挟まれる絵を、お隣さんが、もうすぐ K 来るからおとなしく待ってて。と言うと、栄養は、困ります。帰ります。と言ったが、お隣さんに両脇押さえられる。K 来てからの話をまとめると、どこかの携帯掲示板で母乳を X さんに売ってもらった。宅急便の送り状を見てここへ来た。X さんは振り込み名も一緒だし、住所が嘘だと思わなかった。メールの履歴も残ってるし、また売ってくれるって言ってたから来てもいいと思った。と。少しして夫が帰ってきてから、気分が悪くなったので横にならせてもらった。数日後、振込口座、メールアドレスなどから同じマンションの別の部屋の人が捕まった。挨拶はしたかもしれないくらいの関係。どうやって侵入したかを聞いて愕然とした。まず、部屋が空いてた頃、ここにしますと契約。鍵を受け取り買い物へ。数時間後、管理会社へ。外に物干し竿を出したら高すぎて怖い。下の部屋に移りたいと部屋変更。買い物の間に合鍵を作り、少しずつ我が家の情報を集め、昼間は私と子だけと知り、この病院で外出中に入ったと。上気持ち悪。最悪だよ。支援。計画的犯行怖すぎ。泥はシングルマザー。母乳を解凍しなければいけない状況になると、フラッシュバックというのか。イライラムカムカモヤモヤするので落ち着きたくて書かせてもらいました。落ち着けました。うっぱ。
キモいというかおぞましいというか、心からオツでした。賃貸って鍵付け替えないだね。不動産プラス管理会社による、うちは契約時にに、3万かかりますが、鍵付け替えますか？と言われた。金払って付け替えたのに、実は現状ままで知らない人間が入ってきたってのを昔にちゃんで見た。鍵は出るときに部屋のクリーニングと一緒に交換しているそうです。契約書類にも交換してあると書いてあります。泥が持っていた時間が2時間ほどだったのでそのままにしてしまった、と謝罪され、鍵の交換、家賃3ヶ月分を無料にしてもらうことで管理会社とは和解しました。引っ越したかったのですが、被災地ど真ん中でペット化物件がもともと少ないのもあり無理でした。で、他県から来た母乳好きな気象い人はどうなった？逮捕はできないか。その泥棒しどうなったの？英語は警察署で事情を聞かれ、携帯等の証拠を見られ、もう私家に関わりません。購入などの一連の出来事を口外しません的な念書を書き、警察官2名に付き添われ9時間くらいかけて帰ったそうです。そこで箱や袋等を回収され、その後は知りません。やっぱりというか、盗まれたものは母乳だけでなく、貴金属などしまい込んでるものも盗まれていて、英語に送られてないか等の確認もあったそうです。泥がどうなったかは知りません。夫が対応しています。子供が心配だったのですが、泥養親が連れて行ったそうです。泥養親がまともな人なのでそちらと話し合い中、泥養親は泥の子供を引き取りたいので慰謝料らは払いますが、被害届の取り下げだけはやめてほしいと言ったそうです。その話がどこまで進んでいるのか走りません。何をどうこじらせたらこういう事態になるのか。事実は小説よりもきしょい。お疲れ様です。泥ママのすることは理解できませんが、賃貸に住むときは、こういう人がいることも注意しないといけませんね。1話目せい丸ください。ちょっと怖い話なので愚痴らせて。旦那の実家は結構資産があるらしいが、長男強なので次男は控えだけど長男が健康に育ってしまえば、三男の旦那は学校だけ出してもらえたら御の字って感じで放置だった。大学まで学費もらって後は自力で就職して、結婚すると報告しても、援助しないから。と言われて、援助じゃなくて祝福が欲しかったと旦那絶望。結婚して子供が生まれても連絡しなくなり、転勤しても知らせず、次男は留学してそのままその土地で就職。うちの旦那にだけ時々メールが来る。外国で同性とカップルしてるらしい。実家は理解がないから絶対に近況は知らせるなって念押しがあるので、義実家では行方不明らしい。そしてもう一人一番下に義妹がいるけど、初めての女の子ということと、将来は嫁に出して、家のつなぎにしようという目論みで可愛がられていた。旦那だん、いいとこのお嬢さんとして、小学校から地元私立に入れて、お嬢様大学の女子大に進学した。卒業してさあお見合いでと親が意気込んだら、本人さっさと恋人が都会で就職したのでそっちに逃げて籍入れちゃった。ここで親の期待の長男が出てきます。長男は大学卒業後同じくらいの家のお嬢さんと見合い結婚して完全同居。結婚して20年経って、義兄も義兄嫁も40代半ばだけど子供なし。原因は長男で、不妊治療は大金かけて顕微鏡受精やら何度もしたらしいけど、妊娠にすら行き着けなかったとか義兄嫁だん。そして2年前のこと、旦那と仕事帰り一緒に帰って、駐車場に車止めて家に入ろうとしたら、知らない女性が立っていた。それが義兄嫁。旦那が義兄嫁に会うのは、義兄たちの結婚式以来、顔も忘れていて誰だかわからないほど老けていた。どうやら、次男と旦那の行方を探したそうだ。でも次男は旦那の居場所がわからず、旦那の会社はわかっていたので、なんとかたどれて、やってきたそうだ。要件は、せい丸ください。私にはまだ排卵もあります。ちゃんと埋めます。あの男が無精丸なだけ。それなのに責められるのはいつも私だけ。かわいそうに思ったら精丸ください。なんかもう気持ち悪くて追い返しちゃったけど、しばらく旦那はスマルカーされて、弁護士入れて揉めた。結局家から逃げた末の妹が、旦那と子供連れて帰ってきて家を継ぐことになって、
長男夫婦は家を出されることになった。ギアに嫁は被害者かもしれないけど、スマルカーの時は本当にひどい目にあったのでこちらに書きました。まあ就職は普通自力でするもんだよな。ものすごく、オツ、そこまでして残さなきゃならん家なのかな？本物の名家で、周辺の人々のためにあり続けねばならん。ってんなら、親戚筋から養子とかじゃダメだったんだろうか。長男が責められ続ける嫁を全くかばわなかったのが容易に想像できる。ギアに嫁はとっとと離婚した方が幸せになれそう。ざっかりしてるねぎまえ。迷惑だけかけられた一気は超オツ。聖丸くださいと言えるほどまで追い込まれてたんですね。次は、女子校で起こった一コアです。庭目ゆり事件。まず登場人物は多指定スペックも女。A 子小動物っぽい。今回の修羅場の根元。B 子ハイスペック美女。A 子の主な被害者。私たち3人は同じ部活。このうち、私と B 子は同じクラス。みんな部活では仲良く、それなりに楽しい高校生活を送ってた。だけど、3年生になると大学受験がいよいよ近づいてきて、みんなピリピリしだす。そんな受験の重圧がきっかけで、A 子はおかしくなり始めた。秋ぐらいに、模試の結果が悪かったと言って、A 子が廊下で泣いていたのが始まり、A 子は普段は強気なタイプで、人前で泣くなんてありえなかった。天真爛漫というか、ふざけて友達の持ち物を壊したり、人をしつこく叩いたりする子だった。それでもみんな、この子は少し変わった子で、これも愛情表現のうちなんだろうなくらいに思ってた。そんな A 子が廊下でぐすぐす泣いているものだから、人が集まってきて、慰めたり、落ち着かせたりした。一時はそれで収まったものの、その日から A 子はよく泣くようになり、みんなにかまってかまってと言わんばかりにいつも廊下で泣いていた。そのうち、A 子はもともと仲の良かった B 子と頻繁にメールをやり取りするようになる。A 子にとっては多分、B 子が現実逃避するための、逃げ道だったんじゃないかと思う。A 子と B 子は、旗から見てもわかるほど親密になっていった。例を挙げると、A 子は自分のクラスに友達がいるのにもかかわらず、昼休みになるとわざわざ私と B 子のクラスまで来ては、B 子と昼ご飯を食べていた。もう物理的にも B 子にべったり、私はおにぎりを食べながら、これはユリなんて、のんきに思っていた。女子校だったからそういうの珍しくもなかったし。けれど、そんな二人もだんだん雲行きが怪しくなってくる。A 子が B 子に送るメールの量が半端じゃない。受験で大切な時期なのはお互い様で、学校のテストもある。勉強しなければならない時に、お構いなしに A 子からアニメの感想やキャラの考察など、どうでもいいメールがバンバン来る。当時 A 子はあるアニメにドハマりしていた。ある時、そのメールのことで A 子と B 子が喧嘩をした。学校で言い争っていた二人の話を聞くと、A 子が B 子に深夜3時頃にメールを送る。でも返事が返ってこない B 子寝ているから当たり前。そのことに、なんで返事くれないの？ B 子は私のことが嫌いなんだ。と切れた、ということらしい。謎すぎる。当時はその言葉があまり浸透してなかったけど、A 子は今で言うメンヘラってやつだったのかな。数ヶ月でものすごいかまってちゃんに変貌していた。あと B 子への嫉妬がすごい。メールの返信が少しでも遅れると、無視すんなうましか。と催促してきたり、同じ部活のメンバーに、私と B 子は付き合っている。だからそこは察してほしい。B 子とベタベタしないで。と言いふらしていたらしい。実際は A 子と B 子は付き合ってなかった。B 子が、いい加減にしろ。携帯から私のアドレス消せ。お前はおかしい。とはっきり反論すると、A 子は、やっぱり私のこと嫌いなんだ。B 子がそういう態度をちゃんと出さないから悪いんだよ。だからメールしちゃうんじゃん B 子が悪い。と堂々巡り、とりあえず二人を離れさせて、私が A 子を教室まで送ろうとすると、A 子はギラギラした目で B 子と他の部活メンバーを見ながら、あいつ、私のことを話して笑ってる。ほら、私のことをわざ笑ってるんだ。とぶつぶつつぶやいていた。私はあのハツラツとしていた A 子がすっかり変わり果ててしまって怖くなった。そんなことがあっても、一向に A 子からのメールは減らなかった。B 子が許すと、
A 子はすぐさまメールを送りまくる。そうやってまた喧嘩して、仲直りしてのループだった。人気者で明るかった B 子も、精神的にかなり来ていたようで、日に日に元気がなくなっていった。そのうち、A 子は私にも相談と言ってメールをしてくるようになった。理由は、私が B 子と同じクラスだから。B 子とは普段どんなことを話しているか。とか、B 子が言っていた私への愚痴を教えて。など、相談という名目で、私から B 子のことを聞き出そうとしているのがバレバレだった。そういう質問をやんわりと交わし、B 子へのメール攻撃をやめるように言ったら、唐突に激しい文体になって、私ちゃんはそうやって仲間を裏切るんだね。最低傷つきましたもう気安く名前を呼ばないで。みたいな、誤字だらけの長文メールが送られてきた。その後すぐに、ごめんなさい。私どうかしてた。あんなメールは金輪際二度としません。って謝罪メールが来たけど、その後も急に切れる謝るの繰り返しで、メールでのトラブルは絶えなかった。もうこんなメールしないからの言葉を何度も聞いたけど、数日後にはケロッと忘れたように長文メール攻撃。この間、A 子はこんなメールしないって言ったよね。こうやって約束を破るから、B 子と喧嘩になるんじゃないの？と指摘すると、私は〇〇アニメキャラの分身だから、いくつもの人格があって当たり前。だから発言が変わるのも当たり前これは個性？と、衝撃的な設定を暴露される。その後はそのキャラのなりきりみたいなメールを送ってきて頭が痛かった。なんとか二人の仲を取り持てたらと思っていたけど、何を言っても A 子に曲解され、指摘するとメールで切れられる。この時点でもう、ダメだと思ってしまった。A 子を説得するのを諦めた私は、友達失格なんだろうなとも思った。B 子からは、もともとは私と A 子の問題だったのに、私ちゃんにまで迷惑かけて申し訳ない。と謝られた。その数日後に事件は起きた。私がいつものように学校へ行き、下駄箱に着くと、B 子が、私ちゃん、助けて。とこちらに駆け寄ってくる。やれやれと思いながら、何？また A 子と喧嘩？と、靴を下駄箱に入れようとしたとき、私のすぐ隣にその A 子が立っていた。全く気づかなかったから、軽くホラーだった。しかも、明らかに様子がおかしかった。A 子は全身ブルブル震えて、目は真っ赤になって、今にも涙がこぼれそうになっていた。こぼれないのが不思議なくらいだった。そして次の瞬間、私の後ろに隠れていた B 子、掴みかかるようにしてすがりつくと、ものすごい速さで、ごめんなさい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 、と謝り始めた。後で聞けば、どうやら B 子がとうとう A 子を着信拒否したらしい。それに A 子が気づいて、謝るから、着信拒否を解除して、と朝から B 子を待ち伏せし、追いかけ回していたそうだ。B 子が言葉を発しようとすると、あやあああごめんなさいごめんなさい。こんな調子で、文字通り話にならなかった。A 子は自分に都合の良い答え以外を拒絶してるみたいだった。掴まれた B 子のセーターが引っ張られすぎてヨレヨレになっていた。登校してきた A 子のクラスの友達が駆けつけてくれて、A 子を B 子から引き剥がし、なんとか収まったと思ったのもつかの間。その日の昼休みに A 子が私たちのクラス前まで走ってきて、B 子をクソ野郎、B 子をわぁ、と叫んでいた。廊下から教室の壁を蹴ったりもしていた。これまた心配して追いかけてきた A 子の友達が、A 子を抑えて教室まで連れ帰ってくれた。その時の B 子の気まずそうな顔が気の毒だった。その一件があってから、A 子はとうとう同じクラスの友達からも見捨てられ、保健室登校になった。お弁当の件でもわかると思うけど、A 子が B 子にべったりだった期間、クラスメイトは完全にほったらかしだったから、仕方ないのかもしれない。仲の良かった部活メンバーも、A 子のことがあってから集まりにくくなり、卒業以来メンバーが全員集まったことはない。卒業後も、お前らのせいで受験に失敗した。私は裏切られた。私は被害者なのに、そのうちみんながお前らを嫌いになる。みんな嫌いだって言ってる。血も涙もない奴らだ。そんなお前らはかけるかける漫画作品を1000回読め。
そして人間の情を学べ。みたいな恨み絡みの長文メールが、私と B 子、それからなぜかたの部活メンバーにまで一斉送信されてきた。まともに返しても疲れるのはわかっていたので、そのメール内容を一切無視して、弱い変わらずだねー、元気？って送ったら、うん、元気だよ。と普通に返事が返ってきた。その後、世間話だったらいくらでも聞けるから、メールしてきな。って送ったけど、それからもう5年以上音沙汰なし、風の噂で、気の優しくて人の良い男の子を捕まえて、その子にまたべったりしているらしいと聞いた。A 子はめちゃくちゃなメールを送って、ただ構って欲しかっただけなのかもしれない。大人たちが空気だな。クソアロタ、急におこじらせたんかね。オツでした。親も、こんな気違いを野に放つなよ。受験のストレスでメンヘラになってしまったのでしょうか。それともそういう素質があったのか。次は、シュート目が嫁に呪いをかけましたが、その後の展開に注目です。3話目呪いのブレスレットの効果。シュート目に呪われたってリアルの友達付き合いで話したら絶対に惹かれるか。電波さん扱いのどっちかになると思うから言えない。シュート目は私のことが大嫌いだったのに、ある時に急に郵便で、数珠みたいな天然石を繋いだブレスレットを送ってきてくれた。お礼の電話をしたら、厄年だから気をつけなさいって言ってもらってちょっと嬉しかったけど、私が前役に入るのは翌年だったんで、姑は私の年を勘違いしてたと思う。ブレスレットは黒い不透明なキラキラした石と、水晶となんか木製の大きめの玉の組み合わせで、いぶしたみたいな匂いがするので、うちの猫様たちがすごい嫌がってた。ババ臭いデザインでまさなお好みではなかったから、身につける気はしなかったけど、せっかくなので猫日の期待して台所手前のカウンター上に小皿に入れておいて、忘れてた。義兄夫婦が用事でうちに来た時に、義兄嫁がカウンターに放置してたブレスレットを見つけたので、これ姑がいきなり送ってきたんだよって笑い話みたいに言った。義兄嫁が、自分は同居してるのに姑は持ってくばっかりで何にももらったことない？と不機嫌に言ったから、これいる？って聞いたらイエスだったから持って帰ってもらった。その後、義実家義兄家同居がダバダバっと不幸続き、隣家がぼや不審火、義兄夫婦の部屋の外側がかなり焦げたのと、開いた窓から消防車の水が入って室内めちゃくちゃ。別の日に姑が料理中に、袖に引火してやけど、義兄嫁が自転車で自損事故流産、姑が車に轢かれて骨折で入院検査したら癌が見つかった。冗談じゃなく、1ヶ月くらいの間にこれだけ続いて起こった。いくら普段嫌われてて疎遠でも、一家から入院患者が2人も出たので、お見舞いに行ったり用足ししたりした。姑の癌は軽度だったので本人告知したところ、姑が、呪いを込めたブレスレットを、私さんの厄年に送った。と白状し、さらに義兄嫁がもらって持って帰ってきてるって知ってパニックになったらしい。よくわからないけど、姑社会のネットワークで、嫁を確実に呪うってブレスが流行してて、和歌山に専門家がいて、そこまで行って買ってきたんだそう。呪った相手嫁に送って相手に不幸が起こると、呪った側の身にも同じ程度の不幸が起こる可能性が何割かあるという、リスクない方型の呪いブレスレットだそう。義兄から詳細を聞いた時には、めったに会ってないのにそんなに私が嫌いなのか？ってショックと、嫌いな相手を不幸にする代償で自分が不幸になったら差し引き意味ないじゃん、と頭が痛くなった。あとは、私も旦那も心霊とか信じてないんで、和歌山うちから結構遠いまでそんな門会に行った行動力には、素直に感心。呪いのブレスレットは義兄がお寺さんへ納めに行ったのに、その後も義兄嫁が、私を逆恨みしてたのは治らないまま、こじれまくってた。義兄嫁は、私が呪いの仏だと知ってて義兄嫁に持たせた。事故も流産も私さんのせいだって言って、私は病は気からまずはご飯って思うので平行線。義兄嫁が土地狂って姑に、和歌山の呪いのブレスレット屋さんを紹介しろと迫って、姑が義兄に泣きついて、なんかもう大変だったらしい。うちは私の妊娠が分かったのもあって、義兄と旦那で相談して落ち着くまで関わらない約束してた。よく知らないけど、
呪いのブレス屋さんは閉店して消えてたらしい。多分だけど、流産で心身弱ってホルモンのバランス崩して、更年期障害になったせいでギア兄嫁が精神的に不安定だったんじゃないかなと思ってる。数年かけて落ち着いたらしく、週末に法事で2年ぶりに会うことになったので、思い出しながら書きました。父さんじゃないよ。ほぼ100詐欺会社が雲隠れしただけだよ。流行怖え。昔、ムーって怪しい雑誌の後ろの方のページに、運命が変わるラピスやらピラミッドパワー、睡眠学習の宣伝出てたけど、その類かしらん。別に一致が呪いを信じてる電波系なんじゃなくて、呪いを信じた姑とギア兄嫁が大騒ぎしだ、って話だよね。大変おつ。人を呪わば穴二つ、とはよく言ったもんだわ。姑はもろブーメラン食らったんだろ。ギア兄嫁から逆恨みされて大変だったね。それ本当に落ち着いてる？やり返す機会を狙ってるとかない？あなたとお子さんが危ない気がするんだけど。呪いは自分に返ってくる。っていうのは、呪いは呪いを信じている人間にしか呪いとして現れない。ってことなのかな。イッチみたいな人が遠くから知らない間に呪われたとしても、ご飯食べて気分変えたら悪いことの連鎖も連鎖として関連付けたりしないだろうし。呪うほど嫌いって相当だったんだと思いますが、呪っても自分に良いことは起きないのかもしれませんね。次も嫁姑の間で起こった一コアです。4話目調子に乗りすぎたとめ。私は、暗く幸い薄そうな顔座敷女って漫画に出てくる女のよう、学生時代は貞子とかげろ、性格もおとなしめで、思ったこととかはっきり言えないタイプ。なので、とめの格好のターゲットにされ、アポなしで来ては、いやみいびりのオンパレード。旦那は何度もとめを締めてくれたが、仕事が忙しくなり、あまり心配させたくなかったので、とめのアポなし訪問やいびりは、もう亡くなったことにしていた。先日、夕食の準備中にまたアポなしできて、いつも通りの嫌味の後。本当にあんたって不気味な顔よね。なんで息子はあんたみたいな女と一緒になったのかしら。あんたの親もあんたみたいに不気味な顔なの？と言ってきた。私の両親は幼い頃に多非別。自分のことなら我慢できたが、親のことを言われて切れた私それまでのストレスもあったんだろうけど、手に包丁を持ったまま、とめをじっと睨む。な、何よ、その目は。包丁を持ったまま、とめにじりじり近寄る。な、何なのよ、まったく本当に不気味な女ね。とめ、怯えた顔で玄関へ。玄関で靴を履いてたとめ、はっとして振り返る。リビングのドアの隙間から、手に包丁を持った私の顔。目が合うと、私にいっとゾッとするような不気味な笑み。とめ青ざめた顔で、ひぃ。と叫び声を上げながら、逃亡。その後、あの女はおかしい狂ってる。と旦那携帯に止め訴えるも、まだそんなことアポなし訪問嫁いびりしてたのか。何遍も来るなって言ってるのにしつこく来る。お前の方がよっぽどおかしい。と逆に締められた。旦那が帰宅後に全てを話したら、今まで旦那に黙ってたことも怒られたけど、これを機に、止めのいびり攻撃は完全になくなった。なんかスカッというよりヒヤッとした。ガクガクブルブルオツ。私は結構スカッとしたよ。ジージェー。だってねえ、主婦ですもの。旦那様のお夕食作らなきゃだから包丁くらい持つわよねえ。お夕食何にしましょう。おぎぼ様って微笑んだら、あっちが勝手に叫びながら帰っただけですもんねえ。突然帰ろうとするから、急いでお見送りしただけなのにね。うっかり包丁持ったままだったのは料理作ってたからだし、変なトメさんだねえ。意地悪トメにやり返すときは、徹底的にやらないとダメですね。次は、風習にまつわる一コアです。5話目言い伝えを信じて、義兄とギア兄嫁がやっと離婚したと聞いたので記念書き込み。旦那の実家は分家の分家だから普通の建売り住宅住まいなんだけど、本家は平家の落ち武者説も納得の和風の古い家。本家も分家もひっくるめて、男の子が育ちにくいって言い伝えがあるらしい。最初に生まれた男の子は3歳前に取られてしまう仕組みで、一人取られたら OK で取られる交通払いと呼ぶそう。うちの旦那は男女男の末息子だけど、義兄の上にもう一人足し算の子がいて、その子も男の子だったそうで小さい位牌もある。
私はその話聞いても、今でも初産はトラブルあるし男子の方が多非暴率高いし、昔は今よりも多非産や乳幼児の多非暴率高かったしなぁ、と思う程度だった。ギアに嫁は本気で信じていたみたいで、私が結婚した直後からギアに嫁が、一緒の時期に妊娠して、兄弟みたいに育てたい、と私に葉っぱかけていたのは、今思えば梅雨払い目当てだった。私は仕事も見つかったことし、当分は自分が馴染むので精一杯だから、子供は数年後と夫婦で決めていた。ギアに嫁から妊娠のお守りとか、お茶とかくれるのを、旦那から断ってもらいながら2年経過した頃だったと思うけど、ギアに嫁が私を呪ってたのを近所の人が見つけて大騒ぎになった。旦那が見に行ったけど、古典的な藁人形に髪の毛とハンカチ入れた N を釘で刺していたみたいで、詳細聞いたら気分悪いけど、私は別に不調もないから謝罪だけで収めた。ギアに嫁は早期の更年期障害でおかしくなっていたらしく、投薬治療をするからこの先に子供は望めないことになった。少しして私が自然妊娠した。ギアに嫁浜田換気してなかったからか、呪いが叶ったんだ。生まれる子は梅雨払いだって大喜びしていたと、後で義両親から聞いた。私は早々に里帰りしたのでその後は詳しくは知らないが、息子は無事に生まれたし、下の子も順調にできて三兄弟完成。梅雨払い扱いされた長男は10歳を超えて、大柄で大病一つしない丈夫な子だから、迷信だったねと旦那と笑ってる。人を呪わば穴二つを見事に体現したな、ギアに嫁。ギアに嫁が梅雨払いの犠牲この先子供は望めないになったんだね。呪いは続いてるんだね。単に自分勝手な人なだけだろ。自分の子を梅雨払いにさせないために先延ばしして人様を呪っている間に、子供が産めなくなったんだから。たまたまかとは思いますが、信じてしまうと周りが見えなくなるんですね。次は、旦那さんが双子だったゆえに起こった一コアです。6話目失踪した夫の代わりに、旦那の双子の兄が失踪して5年です。残されたのは、妻と当時小学生の子供2人。今子供は中学生です。会社は2年後に退職になりました。失踪届を出しているので、5年で多非暴にできるようなんですが、このギアに嫁が何かというと、私の旦那を頼ってきてうんざりなんです。子供の小学校の卒業式や中学の入学式に同伴してくれとか、上の子が中3なんですが、未社面談に一緒に行ってくれとか、とにかく旦那を義兄の代わりにしたいみたいなんです。どの依頼も平日なので休めないと拒否してますが、しつこく連絡してきます。一卵性でよく似ているので、失踪したことを知らない人が見ると、義兄だと誤解するのも嫌です。我が家は子供がいないので、子供として扱ってくれていいから、とギアに嫁に言われても不快なだけ。この前旦那の母親の法事で顔を合わせたのですが、一緒に暮らしたい。これから子供の学費が大変になるので助けてほしい。と言われ拒否しましたが、失踪した責任を兄弟が取るのは当たり前じゃないですか。としつこく言って、同席していた義母の弟にあたるおじにたしなめられてましたが、引き下がりませんでした。義父は今持病が悪化して入院中で、経済的にも我が家におんぶに抱っこなので、義兄一家を面倒見ることはできません。ギアに嫁の実家もあまり裕福でなく、国民年金で夫婦で暮らしている状態だそうです。義兄の子供には悪感情はありませんが、とうとう家の電話撤去しました。ギアに嫁は家の電話しか知らないので、あとは今実家を売り払う準備をしています。何年も前に旦那名義に変えてあるのでその辺は困りませんし、自分たちも新居を見つけるべく動いてます。うわぁ、変なのに絡まれちゃったねー。ギアに嫁は働いてないの？全力でぶら下がる気満々なところが怖い。義兄家の地下に埋まってるとかじゃあるまいな。ひぃ。ギアに嫁の中では、邪魔者は一致なんだろうね。一致さえいなければ、旦那はギアに嫁と結婚して子供の父親に、と思っていそう。むしろ、ギアに嫁の中では旦那さんの気持ちも固まっていて、一致が邪魔していると、なんちゃって、ガクガクブルブル。どっちにしろ気味の悪い話ね。今度は一致がギアに嫁の届かないところに消えられたらいいと思うわ。
やはりどなたが聞いても気持ち悪いですよね。義兄嫁は義兄が失踪してから働き始めました。契約社員だと聞きましたので、それほどの収入はないようです。義兄家族は前は義兄会社の社宅に住んでいたので、埋められているようなことはないと思います。失踪した時に借金はありませんでしたが、義兄名義の貯金通帳は持ち出されてました。うわぁ、縁が切れますように。失踪の原因もその嫁にあるんじゃない？自分の旦那代わりにさせようとしてるとは、失踪理由によって、義兄嫁はかわいそうなのか父なのかがわかりそうですね。次は、買い物中に父に絡まれた時の話です。7話目父はいつもターゲットを探している。スーパーで買い物を終えて駐車場に向かう途中に、いきなり肩をつかまれた。あなたみたいな人がいるから、東北地方が風評被害で苦しむの。何のこっちゃとよくよく聞いてみると、私と娘とのやりとりを見て怒っているらしい。私は軽い魚介アレルギー持ち。鮮魚コーナーに行くと、いつも娘は、お母さん、こっちは大丈夫？これはいい？と確認しながらカゴに入れてくれる。で、それを放射能の影響を受けているかどうかという確認だと勘違いしたと、説明したら、子供の前で嘘をつくんじゃない。と怒鳴られ、持っていた袋を奪われかけた。お前みたいな人間に買われる食材がかわいそうだ。よこせそんなに放射能が怖いなら、何も食べるな。いや、意味がわからないですし。話してください。警備員さん呼びますよ。捕まるのはお前だ。原発に送られて被爆しろ。ふざけんな。その間、髪の毛を引っ張られたり、叩かれたりもした。クリーニング屋の店員が、警備員を呼んでくれて父確保。父に蹴られたせいで卵は割れるし、娘は大泣きしてるし、散々だった。警察呼びますか？と聞かれたので、被害届け出す気だったから、了承。父はずっと私は正しい、これは立派な被災地の支援だ、と叫び続けていた。警察に届け出して、ようやく帰宅。ものすごく疲れた。旦那が帰ってきたら、一から説明しなきゃいけないけど気が重い。お疲れ。娘さんかわいそう。いたわってあげてください。ひたすら落ち。辛労もあるだろうが、怪我とか大丈夫かな。念のため、アレルギーの診断書用意したらどうだろうか。娘はずっと泣いてたけど、とりあえずファミレスでご飯食べさせたら元気出たみたい。ただ、いつもはすぐに寝つくのに、今夜はなかなか寝れないみたいだったから、久しぶりに添い寝したよ。娘に怪我はなかったけど、これからも用心深く見ていく。あと私の怪我は、大したことないです。診断書も提出済み、アレルギーのは必要そうだったらもらってきます。これ以上は何も報告したくないけど、帰宅してすぐ、父の旦那さんから警察を介して、謝罪に伺いたいと連絡はあった。私では判断できないので、夫と相談の上、お返事しますとは言ったものの、家は知られたくない。こういう場合はどうしたらいいのかな？父の身内に家を知られるのは危険だね。外で会うか、可能なら警察署のロビーでも使わせてもらうとかできるといいんだけど。警察が無理なら駅前のファミレスかコーヒー店。自宅近くはダメだよ。駅前とか幹線道路の近くがいい。加害者の身内が直接被害者に即会うのはいろいろ良くない気がする。警察を介して行ってきてるなら、警察署内で代理人となら、が最大の情報では。被害届を出す予定じゃなく、すでに出しちゃってるわけだから、対応は慎重すぎるほど慎重にする必要があるね。念書は公正証書、交渉は弁護士ぐらいのレベルで、一回取り下げたら同じ事案での再度の申請は不可だから。相手旦那が謝罪の意思を表明させている、という事実があるだけで、被害届取り下げが目的なのかどうかは今の段階ではゲスパーでしかないよね。もしかしたら本当に申し訳なく思ってるかもしれんし、まあ本人に反省の色がなければ、旦那に謝ってもらったところで何の意味もないけど、警察を介して、今は気持ちの整理がつかないのでみたいな返答で様子見ては。相手旦那と会うことに一人のはずなのになぜか一族老頭揃い済み、なんてことになったら怖いよね。面会するのは警察署でいいと思うが、後をつけられてって可能性もあるから、一
帰宅時は相手が帰ってしばらくしてから、すぐに返さず時間差で帰ってもらう。多分警察もわかってるとは思うけど、念には念を入れて損はない。ママじゃないが父系に絡まれて警察行ったが、自分悪くないもん向き状態だったぽい。逆上タイプは追いかけられたらたまらんぞ。会わない方がいいよ。謝罪を受けたところで、被害届を取り下げるわけじゃないんでしょ。どんな旦那かわからないのに顔を知られるのは怖いよ。一致は被害者だから、会わない選択肢もある。警察署内で警察同伴で会うことも可能だけど、父外の旦那だからね。類友の可能性が高い。手紙での謝罪なら受け取るってことにしておけば、とりあえず文面で会って大丈夫かどうか危険度判定できるよ。変な人じゃなくても、怖かったら会う必要ない。警察には素直に、すごく怖かったから会いたくないって言っても大丈夫だからね。たくさんのレス、ありがとうございました。昨夜は娘が夜泣きをしたり、吐いたりで、想像以上に傷つけてしまったのだとショックを受けています。いっそ、黙って袋ごと持って行かせた方がマシだった。学校には行きたいと言ったので、担任の先生に事情を説明したところ、スクールカウンセラーにカウンセリングをしてもらうことになりました。その後、様子を見て必要ならば、専門の医療機関を受診しようと思っています。父家族とは、こちらの意見を参考にして、旦那とも話し合った結果、会う必要はない、どうしてもというなら書面で、ということで落ち着きました。父には精神科への通院歴があるそうで、今回のことで入院になるとか、弁護士もお願いしたので、警察の呼び出し以外には私が出向く必要もなく、もうこれ以上の報告はないと思います。いろいろと相談に乗っていただいて、ありがとうございました。お疲れ様。娘さんが嫌なことは忘れて元気になることを祈ります。お疲れ様でした。娘さんが早く元気になればいいですね。一致もお怪我の方大丈夫ですか？弁護士を入れたということなので、お任せして、どうかゆっくりと休養してください。父はどこでどう絡んでくるかわからないので怖いですね。次は、嫁が気に入らないトメが起こしたとんでも行動です。8話目妊娠中の私にトメが、同居を始めてすぐに妊娠した。そしたらトメにほおずきを渡された。コーヒーを入れて少し席を離れたら、水銀の体温計が割られてカップに入っていた。体にいいお茶なの。とわけのわからない葉っぱの入ったパックをたくさん渡された。お風呂場のタイルにシャンプーかボディソープが巻かれていた。いただき物だから、と生肉を食べさせようとする。とてもわかりやすく、引っかかることはなかったが、身の危険を感じて旦那に事情を話し、実家に逃げた。旦那は半信半疑だったが、流産を経験した後の妊娠でナーバスになっているんだろうと承諾。無事に娘が生まれたが、しばらくは恐怖から家には戻らなかった。娘を会わせることになった経緯は省くけど、その後トメが娘の唇に蜂蜜を塗りたくり、寝ている娘の頭の周りや手の周りに、ビー玉を置いているのを旦那に抑えられたため、絶縁。あれから10年、トメが事故で寝たきりに近い状態になったので、また同居しろと言われるようになった。旦那は断固拒否しているけど、あまりにもうるさいので許可を取って DQ 返ししてきた。義実家に行き、とにかく微笑みを絶やさず、お母さん、あの時のことを忘れたわけじゃありませんよね。お母さんが動けない今こそ、私、あの時のお返しをするべきだと思うんです。高血圧には何が効くのかしら？お医者様に止められている食べ物、全部教えてくださいね。お薬も隠しちゃいましょうね。事故で痛めたのは首でした？ああ、腰もなんですね。ああ、旦那に助けを求めても無駄ですよ。あなたの息子は、あの時から完全に私の味方ですから。さあ、まずは蜂蜜とビー玉から始めましょうか。と口元に蜂蜜を塗ったところで、止め、気絶した。で以来、一度も同居の要請は来ていない。素敵すぐる。お嬢さん無事でよかった。ビー玉はなんでダメなの？口に入れたりするから？口に入れて飲み込んだり、うまく当たって怪我でもしてくれたらラッキー。止め目線とゲスパー。ババア、怖すぎ。横溝でもこんなババア出てこんわ。しかし、嫁が憎いと嫁が産んだ子供まで憎くなるのかねえ。息子の子供でもあり、
自分の孫でもあるのに。憎い嫁の血が入ってるってことだけで憎悪の対象なんだろうな。ましてや嫁にだったりしたら。トメは仕返しを匂わされて初めて、自分がしてきたことを理解できたんだろうね。私も妊娠中トメに、このホオズキ鳴らしてみてよ。と言われたことある。昔は中絶させるために使ったと聞いてますので、怖いからやりません。と断ったら、驚かれて終わったけど。蜂蜜は何なんだろ。まさか嫁子がそんなことを知っているなんての驚きかね。乳児は蜂蜜のボツリヌス菌で多肥毛することがあるから絶対禁忌だよ。大人は大丈夫だけど、乳幼児の体内に入ると多肥に至るらしいよボツリヌス。孫まで殺そうとするなんて、最後は、くれくれママがとんでもない犯罪を起こしていたことがわかりました。最終話への事情を知りすぎているくれくれママ。2、3年に一度だが、夏に家族旅行に行っている。今年はあぶく銭が手に入り、ボーネズミーランドと新養蜂に行こうと旦那が提案。小学生に上がったばかりの娘は大はしゃぎ。でも、他の人には絶対に行ってはいけないよ。行ったら、ネズミーに行けなくなるよ。と脅し、口止め。ガクブルで涙目になりながらも言わないよと娘。ここまで念を押すのは、過去に娘が旅行に行くというのを、近所の人に言って、連れて行ってくれくれよ日も出してくれくれが湧いたため。そして、先日の話、近所のママ友が、今年はランドとシーに行くんだって連れてって。とくねくね。最初は娘が話したか、と思ったが、なんかおかしい。話を聞いているうちに、あぶく銭という単語が何度か出てくる。娘にはそんなことは一言も言っていない。諏訪旦那か？と思ったが、前回のくれくれを体験しているので、言わないはず。誰に聞いたの？と聞くと、娘からという。娘にはあぶく銭の話はしていないというと、間違えた近所の M さんからよという。M さんは旅行の計画を話した日より前から現在まで、遠い実家に帰っているし、行っていない。まあ、どうでもいいじゃない一緒に行こうね。とそそくさと退散。これは怪しいと思い、旦那に相談すると、誰にも言っていないとのこと。もしやと思い、すぐに盗聴器の調査を依頼した。結果、コンセントを分岐させる台形の形をしたコンセントの中に盗聴器はあった。警察に相談し、近所にうちに盗聴器があったことを、指紋も採取してもらったということを付け加えて言って回った。すると、見事に九段のママ友が連れた。顔を真っ青にして、出来心なのと家に突してきた。そして今現在、旦那が被害届を出し、ママ友両親を交えていろいろ話し中。盗聴器って、言葉がないわ、オツです。ネタだと言って怖すぎる。なんだか大事になってきたみたいです。盗聴器ママと交流のあるママさんの家からも、盗聴器が発見されたそうです。ことの発端は、私の家に盗聴器が仕掛けられていたというのを聞いて、盗聴器ママと交流があったママさんが、盗聴器の調査を依頼したそうです。結果、私の家に取り付けられていたものと同じものが出てきました。即警察に連絡し、被害届を出したみたいです。これから盗聴器ママどうするんだろ。他にもいろんなところにつけてるんだろうな。話し合いはどうなったの？話し合いは、私と旦那と旦那両親、盗聴器ママとその両親と、盗聴器ママの旦那で行われました。盗聴器ママとその旦那両家の両親に、話し合いの場であるファミレスで泣き土下座されました。お願いです大ごとにだけは、〇〇盗聴器ママの姉の娘が今度受験なんです。などなど、私と旦那と旦那両親が見事に引くくらいの土下座っぷり、そして他の客の視線が痛い、うちとしては、これ以上関わりたくないので、以下の条件を守るなら示談にして、被害届を取り下げる旨を伝える。一金輪際二度とうちと関わらないよう引っ越しをすること。二盗聴による会話等を録音している場合、それを破棄すること。三盗聴器の調査にかかったお金を払うこと。ということを書いた書類に直筆で全員に署名させ、母印を押させた。示談になってたんだね。向こうも示談にするんだろうけど、今頃盗聴ママ他にやってないか家族から吊るし上げられてるんだろうな。他のが見つかる前に引っ越し逃亡しそう。オツでした。盗聴器って、怖すぎ。
盗聴器のことは正直な話、嘘だと思いたいです。テレビで時々盗聴器発見の瞬間みたいなのをやっているけど、本当にあんな感じ。探し出して、10分もかからないうちに見つけてた。ちなみに料金は5万円いかなかった。安心を5万円くらいで買ったようなものだと思えば、安いものだと思っている。盗聴器が仕掛けられてたってことは留守にしてたことも筒抜けだったから、その隙に泥されてたってことはなかったのかな。実は一緒に行くんじゃなくて、旅行の留守に泥し放題を狙ってたんじゃないかとゲスパーしてみる。子供だけ押し付けて、留守確認して泥、ありそうだ。合鍵も作ってたりね。盗聴器が見つかった後、旦那と一緒に取られたものがないかは確認していますが、取られたものはありませんでした。でも鍵の件は気づきませんでした。旦那が帰ってきたら、鍵の交換を相談してみます。盗聴器は他の家庭にも取り付けてる可能性があるね。やだ、なにそれ怖い。あらゆる土下座技を駆使しなければ、取り繕える事態じゃなくなってるな。泥の親戚が受験しようが、こちらには何の関係もないよね。こういうことを実際にする人がいるので、他人を家にあげるときは気をつけないといけません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。長いお付き合いになりますよう、チャンネル登録もよろしくお願いします。